ヤーマン、皆さんおはようございます。 84.7FM 横浜のアウトドア番組でございます。ザ・バーンが本日も始まる時間になりました。土曜の朝5時、年度変わりまして4月6日土曜日ということでね、今年度初の放送となりますね。ザ・バーン伊達大輔でございます。私ヤーマン5体隊長をやっております。さあ、4月入ったということでめでたくですね、ザ・バーンは21年目を迎えることができました。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。まあ、先週もこんな話したんですけど、なんかあれなんだって、20周年って昨日、昨日じゃない、先週の放送でお伝えしたんですけど、まあ、一応こう4月に始まって4月のこう、まあ、3月の一番最後で1周年ってなるみたいなのね。なんか気持ちの上だと今日20周年ってこうね言いそうなんだけど、まあ そうであることは間違いないんですけどね、皆さんのおかげでね長いこと続けることができて感謝申し上げます。本当にね、今日さスタジオ来たらさ、なんかでっかい筒がテーブルに置いてあるんですよ。なんだこれと思って、このプチプチ包んであるからそれ開くと、もう声が出たね。うおーっつって、すげー。あのリスナーの方がですね作って送ってくださった竹の灯籠っていうんですか、まあ照明ですよね。で竹でできてんの、もう太い竹でできてんのよこれ。これ直径何センチだろう、15、16センチはあろう。もう極太の竹がですね、ザ・バーンのロゴがバーンって掘ってあるんですよ。何で掘ったらこんな綺麗に竹掘れるんだろうっていう。で20周年ってさ書いてあるし、その焚き火部ステッカーのデザインにあしらってあるあの炎のマークもね、あの灯籠こう障子の紙みたいなの貼ってあってさ、でこうボーッとこう中にライトがあって光るんだけども、その焚き火の部分だけまたこう赤い布が貼ってあるっていう、その芸の細かさですよね。で裏面はこの掘ってあるスリットと、あとその何ていうの、灯籠のさこのライトが透けて見えるようにこう円状にこう、もう説明できないわ、もうすごいわ。この竹の灯籠を作ってくださった方ありがとうございます。実はね、先週の放送終わった後にね、インスタでタグ付けしてもらってさ、この灯籠作ったぜっていうのをアップしてもらってたんですよね。おおすごいの作ってくれたなと思って、こう思わずに私もストーリーズにね、アップさせてもらったんですけど、本物がスタジオに届いてました。本当にありがとうございます。照明まで一緒に送ってくれてるんだからね、中に仕込むこの細長いね LED の照明ね、白い光も出るんだけども、なんかこの色がさ赤から青へ紫へどんどんこう変わっていく、そんな LED の照明なんですよね。どの色もいいんだよね。いやーありがたいよね。今スタジオのね、あの中心にボーンって置いて点灯してますわ。あとでちょっと気分盛り上がったらスタジオの照明を落としてみようかしらなんて思っちゃうぐらいね。いやーこうやってね皆さんに支えられてるなってね本当思いますわ。21年目のザ・バーンも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。いやー頑張ろう。うん、ということでこの番組はね、みんなこうアウトドア好きが集まるそんな番組、もう20年やらせていただいて本当ありがたい限りですわ。リアルタイムコンディションバッチリお伝えしていきますんでね、今日の外遊び楽しんでいきましょう。しばらく天気悪かったんですけどね、今日ねちょっと天気、お花見計画されている方も多いと思いますんで、今日の天気どうなるのか、何時頃がいいのか、この後すぐお伝えしますね。皆さんからのメッセージもお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。マンゴーボックスプレゼント抽選箱をどんどん引いていきますんでね。そう、先週放送終わった後土曜日とそして翌日の日曜日ですね、代々木公園でやってきましたね、アウトドアデイジャパン2024。ザ・バーンブース出してさ、たくさんのリスナーの方がまた遊びに来てくれて、で番組の新しい焚き火部ステッカーをゲットしてもらったりね、あと番組グッズ各種、まあ、今年オリジナルで作ったのがスタンレーのダブルウォールのパイントグラスですね、それにザ・バーンの20周年の特別ロゴをプリントしまして、もうほんとたくさんの人が来てくれてさ、聞いてますよとかさ、毎週聞いてますよ、パン仕込んでる時に聞いてますよっていうパン屋さんいたりとか、あと
いや本当たまにしか聞けてないんですけどっていうすごい正直な方もいらしたりとか、それ聞いてくれてんのがありがたいよね。この時間から聞いてくれてんだもんね、本当。非常に盛り上がりまして、スタンレーのパイントグラス、200個限定すべて売り切ることができました。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。結構今回ねグッズ作って販売するときドキドキしたんですよ。なぜかというとですね、今まで作ったグッズに比べて体積があるんですよね。パイントグラスね、1パイントあるから、まあ、だいたい500ミリ弱ね、あるんだけど、それが箱に入ってるから、その、物持ってくるときも、こんなに段ボールあんのかみたいな、すごい量で。で、これ余ったら、これまた持って帰ってどっか保管すんのかっていう、そのドキドキ感。売れてよかったね、ほんと。皆さん、ありがとうございます。嬉しかったわ。でさ、俺たちもう売るのに必死になりすぎて、売り切ったってよかったねーつって、こう数日経って気づいたら、あれ俺たちの分、あれえ売り切っちゃったみたいな手元ないんですよ。そしたら辰巳さんがね、もう井出さんサンプルに1個余ってるんで、それ井出さん持ってってくださいみたいな、ありがとう。本当自分たち、そして仲間に配ろうみたいなのも全部売っちゃったんだね。うっかりしてたわ。もう一回作る。もう一回作るにしてもあの段ボールは置きたくないっていうね、それリスキーですからね。また作るかどうかちょっと分かりませんけども、皆さんからの強い要望があればですね、本当在庫抱えたくないんで、もし本当に強い要望が止まらないぐらいあってロット数集まったら初めて作ろうよ、したらね、まあそんぐらい今回ちょっと痺れる感じでやってたんで。在庫リスクって本当商売やってる方大変だなと思ってね、本当我々放送やってるだけだったらまだよかったけども、物売り始めたってなると、いや本当ね苦労あるなって思う。やっぱやってみて分かることってあるね。うん、いやでもたくさんの方来てくれて本当にありがとうございます。アウトドアデイ行ったよ、井出さん優しかったよとか、井出さん素敵でしたと、そういうメッセージ、本当お待ち、あもう来てんの、送って励みになるから。ザバーンアットマーク fmyokohama.jp お待ちしてますね。 THEBURN アットマーク fmyokohama.jp マンゴーボックスからね、プレゼントをダンダンとね引いていきますんで、楽しみに送ってください。全然採用されないんだよっていう声もよく伺いました。あとあなたがいつもカマゲンで採用されがちななんとかさんねみたいな、そういう話もね結構盛り上がったんで、やっぱあるよね、その採用されやすい人と、なんかこうせっかく送ってくれてんのに、なんだろうね、文面だろうね、なんかこうね、なんかスタジオにこう持ち込まれるメッセージの種類っていうのがパッて、なんか最後に井出さんはどう思いますかみたいな、そういう問いかけ系は割とよく持ってこられる傾向であるような気がしますね、私ね。なんかもう自分のこと話して終わりっていうことでも僕はいいと思うんだけど、井出さんどうですか、やっぱこうこっちもリアクションしやすいんだろうねきっと。うん、新年度入ったんで、ぜひともまだ読んだことないメッセージも紹介したいですね。今日のメニュー紹介しますわ、改めましてね、5時35分頃は東京湾相模湾釣り公園などの最新釣り情報入れていきます。6時20分頃、だいたい毎月の2週目に出てもらってた沖田さんなんですけども、アウトドアデイ、アウトドアデイ本番終わったということでね、今週一周繰り上げて今日電話つないじゃいますよ。アウトドアデイジャパン実行委員長沖田正雄さんとねイベント振り返ります。そして6時40分頃は波情報入れていきますよ。波情報 BCM の情報協力で湘南と千葉のサーファーの皆さんに最新波情報。そして7時5分頃は相模屋プレゼンツ爆鳥モーニング、4月に入ったんで釣り物が変わります。今月はですね、もう私が超苦手意識を持っている、これ釣れるのは超能力者だろうっていうぐらい私はね苦戦している丸イカ、丸イカ釣りね、剣先イカですよ丸イカ。ほんと当たりが分かんないね。でも釣る人はめちゃめちゃ釣る。もうあれこそほんと腕ですよね。丸イカ釣り今月ピックアップします。
7時20分頃は特集コーナーグッドゴー、ここでね改めてアウトドアデイジャパン2024、振り返りつつですね、ザバーン20周年記念のスペシャルトークショー&ライブ、これね、2日目日曜日の午後3時からやったんですけど、たくさんの人遊びに来てくれてね、このイベントの模様をオンエアします。公開収録ありがとうございます。では本当ね、21年目に無事突入できたっていうのも嬉しいし、先週代々木公園来てくれた皆さん、本当本当人数多かった。例年に比べてめちゃめちゃ人数多くて、もう嬉しい悲鳴でしたよね。本当ね、みんな会いに来てくれてありがとう。今日の1曲目、井上陽水と奥田民生さんです。ありがとう。いやもうさ、この竹の灯籠、これどこに置いたらいいかなと思ってさ、今このスタジオのテーブルの奥側に置いてたんですけど、ちょっと中心にまた置き直して、こう隅々までデザイン見たらね、そのザバーンのキラキラステッカーで使ってるロゴなんですけど、それがこう綺麗に彫り込まれてあって、透かし彫りみたいになっててさ、でその上のとこがこうなんか緩やかにこう波打ってるような、そしたらほんとこう波乗りしてる、波のデザインになってる。細かくデザインしてくれてんなと思って、すごいぜ、ありがとう。本日のねお天気入ってきたのでお伝えしましょう。ですね、横浜の日の出日の入りから紹介しましょうかね。日の出時間が5時21分ですね。あと6分後ですね、日の出。もうすぐ出てくるはず。南中が午前11時44分。日の入りが午後6時7分となってます。で、神奈川の天気、まず横浜ですが、曇り、ところにより朝晩雨。北の風、後北東の風。降水確率は低いんですよね。夕方まで 20% 続きまして、夕方以降は 30%。横浜最低気温9度、最高気温15度となっております。続いて小田原の天気ですが、曇り、ところにより夜雨ですね。北の風、降水確率低いんですね。午前中 10%、 午後 20%、 夕方以降 30% です。で、気温が最低気温9度の小田原、最高気温16度の小田原。まあ日昇ってくると過ごしやすそうですね。東京の天気見るとですね、曇り、ところにより雨、北の風、日中南東の風、降水確率低いですね。午前中 20%、 午後 10% で、夕方以降 30%。 最低気温11度、最高気温15度という東京の天気。まあ、このね、横浜、ところにより朝晩雨とか、まあ、実際今スタジオ来る時ね、みなとみらいの道路、まあほぼ乾いてんだけど、ちょっと湿ってるとこもあったかなぐらいでね、まあそのぐらいで済めばいいですけどね。今日はお花見日和だよってちょっと言いたかったんだけどね、なんか天気悪い日がポツポツ続くみたいなんで、この後ね、今日お花見行く人多いんじゃないかな。その時はね、乾いててほしいですね。ちょっと皆さんからのねメッセージ紹介していきましょう。まずね、こちらラジオネーム醤油さん、井手隊長、早まん、先日のアウトドアデイジャパンお疲れ様でした。外出が億劫な私が暑い中アウトドアデイジャパンに行けたのはザバーンのおかげです。ブースではガストーチと20周年キラキラステッカーをゲットしました。ありがとうございます。そう、今回のためにね、作った20周年のキラキラステッカー、これ販売させていただいて、これもね200枚限定だったんですけど、こちらも2日目の途中でソールドアウト、ね、完売となりました。ありがとうございます。さらには焚き火部ステッカーにサイン、写真を一緒に撮っていただき、井手隊長に会えてよかったです。これを機にキャンプにも挑戦しようと思ってます。改めて20周年おめでとうございます。醤油さん、ありがたいね。もう来てくれてありがとうございます。もう一つ紹介しようか。こちらね、ラジオネーム茅ヶ崎のおかむさん、おかむさん、井手隊長、マンゴー隊の皆さん、おはやーまん、初めてメールします。嬉しいね。先週のアウトドアデイジャパン日曜日参加させていただきました。2日目来てくれたんですね。スタンレーの真空パイントと20周年記念のキラキラステッカー購入させていただきました。ありがとうございます。土曜日の放送で紹介があったビクトリノックスのハントマン、
あったね、あのナイフ、折りたたみのナイフ、ビクトリノックスのいっぱいついてるやつだね、ハントマンね、衝動買いしてしまいました。現物を見てしまうと欲しくなってしまいますよね。色が選べましたが、やっぱりビクトリノックスのイメージは赤なので赤を購入。裏面に名前を入れてもらいました。大事に使っていきます。そう、今回ねビクトリノックスさ、ブース僕行った時ね、いつももうアイデさんもう終わっちゃったんですっていう2日間だったんですよ。もうほんとね、どこもほぼ行けなかったね、ブースで忙しくてね、自分たちのね。でそこでさ、名前の刻印サービスっていうのをビクトリノックスはやってて、買った方刻印、これ羨ましいね、僕もやりたかったな。家に帰り早速スタッキングパイン、真空パイントグラスでビールをいただき、美味しくいただきました。キャンプにも持っていきたいと思います。あと BCM の黒田さん、波情報を送ってくれ、いつもお伝えしてくれてるね、黒田さん、土曜日に来場していたようで会いたかったです。黒田さんの波情報が流れている時、ちょうど134号線のサザンビーチ付近を大磯方面に向かって通勤で走ってます。黒田さん、波情報合っているかチラチラ海を見ながら走行しています。猫ちゃん情報も好きですこれからもアウトドアの素敵な情報を伝えてください。初メールで送ってくれてるけど、こうザバンはいつも聞いてくれているとね。そしてグッズを買いに足も運んでいただいて、え、送ってくださいねってね、言ったから送ってくれたんかな。嬉しいよね、ほんと。じゃあ、2人マンゴーボックス引いてみましょうか。ね、何が出るのか。カモン！ザバーン、キャンプステッカー出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。今回、キャンプステッカーはブースで配りませんでしたからね。今回配布してたのは新焚き火部ステッカーだけですんで、あ、今日はまだ2022年度の23年度になるの、この前の焚き火部ステッカーがまだ番組では配られて、スペシャルウィークからかな、新焚き火部ステッカーはね、ということで、まあ今月の途中で切り替わりますんで、このに、前回の焚き火ブステッカー2023年度、これはもうラストチャンス近づいているよっていうことなんで、ぜひ皆さん当ててください。じゃあ先ほどのね、醤油さんと岡村さん、キャンプステッカーお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてますんでね、ザバーンアットマーク FM 横浜.jp までお寄せくださいませ。じゃあ続いてね、久しぶりにね山情報やっていきましょう。さあ、それじゃあね、今週から4ヶ月ぶりのハイキングインフォメーションをお届けしましょうね。春山シーズン迎えました。登山、ハイキング、気軽に楽しめる季節になってきましたね。これからの山に備えて、このコーナーでは山の情報やトピックをね、どんどんお届けしようかなと思っております。じゃあ早速行きましょう。今日はね、一つの山紹介します。丹沢箱根方面、遠野岳。1491メートルです。秦野市清川村山北町にありますね。実は私先日ね、箱根に温泉行ってきたんですけどね。山の上から見えましたよ、遠野岳。あそこ登るの結構きついよなって思いながらね。きつかったな。また登りたいななんて思うのがその遠野岳ですね。神奈川県の山といえば、まあ、丹沢山塊ですが、その山並みで一番人気の山が遠野岳なんです。秦野市大倉から北へ登る遠野岳。最寄り駅は小田急線の渋沢駅ですね。で、山まではバスで15分くらいです。バスの終点の大倉には県立秦野戸川公園がありまして、夏には子供たちが川遊びなどをして楽しんでるんですね。で、バーベキューもここできるんですよ。施設があるんですね。で、公園には駐車場もあり、その他個人経営の24時間有料駐車場も周りにありますんで、マイカーでの前夜や早朝のアプローチもできます。遠野岳登る登山道いくつかありますが、一般的なのが山の南側から登る大倉尾根からのルートです。ここがね、通称バカ尾根と呼ばれるところですよ。山頂までの標高差は1200メートルあります。4時間くらいかかります。
階段の多さとバカにはできないかなりきつい登りが長く続くことからバカ尾根と言われるようになったなんて言われてますね。ちょうどアウトドアデイジャパンでも登山やってるんですよ。伊豆さん最近やってないじゃないですか。また登ってくださいね。どこ登るんですか。遠野だけかな。そんなやりとりねありました。うん。で、大倉をね、本当にね、人気ルートなんですね。休日にはかなり混み合うんです。混み合うということはどういうことなのか、山小屋が多いんですね。山頂には尊仏山荘というのがあります。そこまでね、大倉から6軒の山小屋が立ち並んでます。で、登山ルート。一部の箇所を除き、木々に囲まれた比較的展望がない尾根道を登って山頂へ向かうことになります。で、登山道はね大変整備されていて危険箇所はないんです。そんな遠野岳の最大の魅力はまあこのバカ尾根でしょうね。きつい大倉をねこれをねバテ気味に登った後のどこですか山頂ってなった時に現れるんですよ。もうその山頂の景色はご褒美です。それだけ展望がいいんですよ。木々がないんですね。広く開けてます。富士山をはじめ丹沢山海の主な山々、横浜、東京、相模湾などを一望に見渡せる360度の大パノラマが広がります。一度にきつい登山道を歩きから解放されるんですね。もうあこれたらよかった。もうそこで飲んだコーヒーは忘れられないですね。うん、わざわざ持ってってよかった。で、山頂には大きな山頂標識や階段状に並んだベンチなどが整備されています。お昼休憩にぴったりの場所。そして通年営業の山小屋やトイレ施設もあり、つい長居してしまいますね。まあ大根をずーっと登ってきたわけですから、ここでね休憩しましょう。で、登ってるとね時々大荷物を背負ったボッカーさんに出会うですね。で、そのねでっかい荷物に驚きますよ。うわこれ毎日運んでんすか。あと登山道のね、途中で突然鹿が現れたりとかね。でさ、あの僕ら行った時はねなんかバッジつけてたのかな、なんかいっぱいバッジつけてて、これなんすかってさ、もう、登ってる回数だよとかさ、この遠野岳にね魅了されて通算100回以上登ってる人もいるんですよ。バッジだったか正の字だったかなんかね、とにかくすんごいいっぱい数数えたような、帽子とかなんかウェアとかそういうのね着てる人僕らも出会いましたね。さあそんな遠野岳山頂の天気見ていきましょう。今日は曇りから雨だそうです。降水確率が午前中 40%、 午後 40%で、気温8度ですって。ちょっと天気今日は良くない、そんな遠野だけですね。で、明日の予報を見ても雨のち曇りとなっております。うん。もうちょっと天気が回復したら登りましょうかね。ちなみになんですが、今朝のトピック。丹沢山海の山桜は、山裾から1000メートルくらいまで咲いています。が、山の上部、これを期待するなら4月下旬が見頃になるっていうことですね。もうこの我々の住む下界ではもう満開今咲き誇っておりますがね、まだ花びらにはパワーを感じますね。まだそんな散ってないかなっていうところ。山行かれる方、十分な装備と無理のない計画や行動、今日も楽しい登山ハイキングをお願いいたします。じゃあここでねアークティックモンキーズ聞いてもらいましょう。今日4月6日でございますけど、今日は北極の日なんですって。1909年の今日、アメリカの海軍の軍人ロバート・ピアリーさんが世界で初めて北極点に到達したことにちなんでいるそうです。ということで、アークティック・モンキーズ、聞いてもらいましょう。When the sun goes down。時刻は5時31分です。 FM 横浜ウェザーインフォメーション、ニュースアナウンサーの室さんです。おはようございます。おはようございます。すごいでしょこの灯籠、本当に素敵です ね、 ねえ、もう細かい細工、いやリスナーの皆さんってすごいなと思いますね。びっくりしました。それじゃあお天気お願いします。はい、今日も神奈川県は湿った空気の影響を受けるためどんよりとした花曇りとなるでしょう。現在みなとみらいのスタジオから見える景色も厚い雲に覆われています。
今日日中は所々でにわか雨の可能性があります。上空に灰色の雲が見えたらにわか雨のサインです。神奈川県内の今日の降水確率、午前午後とも 40%、 午後6時以降は 60% となっています。夜は雨の降るところが多くなるでしょう。今日お花見などに行かれる際は折りたたみ傘をお持ちになると安心です。日中の予想最高気温は横浜、東京は昨日より2度ほど低い14度、小田原は17度と3月中旬並みのところが多いでしょう。外に長い時間いる際は羽織るものがあると良さそうです。そして明日日曜日も雲が多く、朝のうちは雨が降りやすくなりそうです。天気予報でした。室さん、ありがとうございました。そうか、ちょっと天気悪い方に推移してますね。それじゃあ続いてアウトドアコンディションをお伝えします。まずは湘南と千葉の波情報です。サーフィン波情報 BCM の最新波情報によりますとですね、現在の湘南はうねりの弱いすねから膝くらい厳しい場所が目立っているということなんですが、それを踏まえてポイントごとに見ていきましょう。鎌倉はすねから膝のうねり割れてない。鵠沼はすねから膝、辻堂と茅ヶ崎いずれもすねから膝のうねりで、こちらもノーサーフです。で、平塚生コン前と大磯は現時点でまだ情報が入っていないということなのでね、6時台にお伝えできると思います。まあ、すねから膝、小さいですね、湘南ね。今日もうねりは強まらず、サイズの小さな状態が続きそうです。千葉に行きますと腰から肩くらいありまして、今一つながらサーフィンできる状態です。日中もうねりが残り、潮の動きに伴って楽しめる状態になる可能性もあるということなんで、今日ね、がつり乗りたいという方はね、外房まで遠征した方がいいかもしれませんね。続いて風情報です。ウィンサーフィン江ノ島、北北東の風2メートル、気温10度、三浦は北北東の風4メートルで気温9度となっております。以上、あ、ごめんなさい、以上じゃなかった、これがありましたよ。お花見、そうです、神奈川周辺のお花見情報。ですね、七分咲き結構多いですね。大岡川プロムナード、三景園、源氏山公園、小田原城址公園、七分咲きとなっております。で、満開を迎えているのが、え、ほんと？アネスト岩田ターンパイク箱根が満開ってちょっと早くない？ちょっと確認しますね、これね。情報今満開になっておりましたが、ちょっと早い気が私してますが、どうでしょうか。生田緑地満開となっております。東京都のお花見情報を紹介しますと、上野公園は五分咲きなんだ、まだ。へえ、そうなんだ。代々木公園七分咲き。で、満開を迎えているのが飛鳥山公園、目黒川、明治神宮外苑となっております。また最新情報入ってきたらね、お伝えしますので、そちらも確認してくださいね。以上、アウトドアコンディションでした。フィッシングコンディション。やっぱりね、アネスト岩田ターンパイク箱根満開なんですって。見頃を迎えているっていうことなんでね、ドライブいいかもしれませんね。それじゃあ続いて釣り情報をお伝えします。最新のコンディションを見ていきますと、潮回り今日はね、若潮となってます。干潮時間が午前29分、満潮時間が午後2時57分で、干潮が夜の9時40分となっております。続きまして、アウトドアデイジャパンに来てくれた皆さん、ありがとうございました。来年は4月の5日6日に開催予定ですというマルチアングラー赤ワインの釣り情報。赤ワインさんはね、実行委員としてもう忙しくインカム片手に会場をね、パトロールしてましたね。なんか問題があるとさっと駆けつける。ザバンのブースもね、顔出してくれましたね。ありがとうございました、赤ワインさん。それではね、今週の釣り情報、まず管理釣り場の情報からいきますと、西武園遊園地のプールでトラウトフィッシングが楽しめる管理釣り場、それが多摩湖駅前フィッシングエリアなんですね。釣り場は春休み中の子どもたちでにぎわっていると。今シーズンの営業は5月6日までなので、残り1ヶ月となりました。そうなんですよね、ゴールデンウィークまでの営業のこちら、やっぱさ、こうどんどんこう水温が上がっていくじゃない、プールだからね。
でそうなると、トラウトちゃんたちは元気じゃなくなってくる、ぐったりしてくるっていうことなんでね、5月6日までです。今はプールの水がうっすらクリアになっているので、ルアーを追いかける魚が丸見えだと。魚の反応を見ながらルアーセレクトや誘い方を研究してみてちょうだいという、多摩湖駅前フィッシングエリアの情報です。続いて川と湖行きますと、4月から栃木県日光市の中禅寺湖で岸からのマス釣りが解禁となりました。トラウトフィッシングの聖地とも言われるのが中禅寺湖なんですね。で、解禁日から中禅寺湖でしか釣れないレイクトラウトの釣果があったようです。いやー羨ましいね。今月の20日には船からの釣りも解禁されます。山中湖のワカサギドーム船、ここのところね、ワカサギの不調が続いていて全く釣れない日もあるほどなんですね。ちょっと心配しちゃうね、山中湖のワカサギ。川口湖お隣のワカサギドーム船ではワカサギが20匹から150匹釣れていると。で、晴れればボートも気持ちのいい季節になってきましたけど、ボートでは500匹近く釣った人もいたようですよ、川口湖のワカサギ。で、川口湖のブラックバス釣りは今週も50センチオーバーのビッグバス出てますね。シャローでの活動が活発化してきているということで、川の流れ込みの周りだとかストラクチャー周りが狙い目になりそう。芦ノ湖トラウトフィッシングでは25センチから65センチのニジマスが0から7匹です。フライフィッシングではゾンカーやマラブー、ルアーではミノーや7グラム前後のスプーンで釣れているということで、まあ比較的重めの、缶釣りでね、トラウトやってる人は、まあ1グラム前後、2グラム、3グラムとか持っていく人が多いですけど、やっぱ湖飛ばしたいし沈めたいからね、7グラム。なかなか重いやつ投げてますね。ブラックバス釣り、芦ノ湖60が釣れたっていう情報が入ってきました。すごいね。ノリーズのスピナーベイト、インザベイトっていうやつで釣れたそうです。多摩川では春の風物詩丸太の遡上が始まってます。ルアーやフライで狙えます。ちょうどねこの桜の時期に遡上するって言われてるんでね、群れ見つけたら投げてみましょう。次は東京湾の海釣り公園の情報いきましょう。東京の若洲海浜公園の海釣り施設、サビキ釣りでこの城がポツポツ釣れてます。川崎市の東扇島西公園では浮き深瀬釣りでクロダイが釣れてます。で、サヨリ狙いの人も多い東扇島ですけれども、当たりは単発のようです。横浜本木海釣り施設、サビキ釣りが好調でカタクチイワシ、この城アジ釣れてます。で、アジは夕方より朝の方が釣れたようです。朝方にはルアーで76センチのシーバスも上がりました。もうこのぐらいのサイズになると本当にもう頭がでかい、顔がでかいんだよね、シーバス。迫力あります。両型のカサゴの釣果も出てまして、昨日は最大で 27.5 センチのカサゴ、立派なのが釣れましたね。で、本木海釣り施設、今日から月曜までの3日間は1時間延長、夜8時までオープンしているので、カサゴを狙ってみるのもいいかもしれませんね。ナイトゲーム。来週土曜日は小中学生無料デーの本木。大黒海釣り施設ではサビキ釣りでカタクチイワシ、アジ、この城釣れております。で、夕方にアジの地合いがあったようですね。で、そんな大黒、今日がですね、小中学生無料デーです。磯子海釣り施設、サビキ釣りでアジ、この城、片干しイワシ、ヘチ釣りでクロダイ釣れていると。では続いて東京湾相模湾の船釣り情報いきましょう。横浜のベイエリアではボートメバリングとボートアジングを楽しめるライトゲーム2本立ての夜便が出てます。船中3人でマアジが70匹、メバルが10匹と楽しめたそうですね。ベイエリアのボートシーバス、風が強くうねうねザブザブというバッドコンディションだったんですが、70センチクラスまでが船中20匹釣れたと。これ嬉しかったでしょうね。横浜沖を狙う石持ち船、23センチから37センチの石持ちが8匹から26匹、ゲストにカサゴが混ざったというね、石持ち狙い。八景沖のビシアジ船、20センチから26センチのマアジが半日船で17匹から51匹、北
風で波もあって釣りにくい状況だったんですが、食いは良くて釣果が伸びたということですね。だから51匹もいっぱい釣れてるなって思うじゃん。いっぱい釣れてんだけど実際ね、ちょっと私の話なんですが、今週一昨日ね、アジ釣り行ってきたんですよ。 BC アジね、ライトタックル BC アジで、その時ねみんなで仕立てて行ったんですよね。で同じグループで行って、で前半アジ釣りやって、後半釣れたアジを泳がせてヒラメ狙おうかなんていう話してたんですけど、なんかねもう釣れに釣れて、アジ私多分70匹以上釣れましたね。で後半のヒラメ釣りはもう完全に不発でサメしか釣れなかったんですけど、もうアジが釣れまくって、その最近流行りのライン引き釣法っていうのをいろいろ試したら、なんかだんだんこうコツが分かってきて、竿の角度で追い食いさせて、あこういう風に当たりが出るんだっていうのが分かってきて、そっからねもう3本針仕掛けでもうトリプルの連発、やっぱ70匹っていう数すごいなって実感したのが昨日、もう朝から晩までさばいてました。もうさばきまくって、もう多分目つぶってもアジさばけそうなぐらいの、早くて綺麗になったで、ね、アジのさばきがね、やっぱ数こなすとうまくなるもんだね。美味しいっすわ、まあアジ最高だわ。横浜に住んでるなら、あ神奈川に住んでるなら、東京湾に行けるなら金アジ、これ釣らない手はないですよ。美味しいよ。中之瀬周辺を狙う東京湾の白ギス船、12センチから23センチの白ギスですね。そうだね、そりゃそうだね、12から23センチ、白ギスが10匹から72匹と好調です。ゲストに石持ち連れてます。東京湾のマゴチ船、大抜き沖をメインに狙って38センチから50センチのマゴチが0から3匹と、難しい状況だったと。当たりが単発で釣果が伸びなかったというマゴチ。東京湾のフグの加藤釣りですが、横須賀沖でトラフグ専門に狙って0から2匹、最大サイズは 3.6 キロだったと。でバラシが多くて当たりのうちキャッチできたのは3分の1ほどだったようですね。でもそれだけ当たりの数多かったっていうのはね、わー惜しかったですね。釣りたかったね、トラフグ。トラフグ今ものすごい釣れてるっていう話がちょっと前にあったんだけど、今週あったんだけど、X で来たかもっていうそんな情報あったんですけど、もう途端に数釣れなくなって X で過ぎちゃったのかなっていう。ただこれも行ってみるまでわかんないからね。そのポイントにもよるしさ、ね。X で、確実にあったという知らせは、この1週間もあったし、先週もねそんな話あったんでね、続いてるといいんだけど、行くまでわかんない。行ってみて、トラフグ美味しいからね。観音崎沖の小マセマダイ船に乗るとですね、 700g から 1kg のマダイが0から1匹、そろそろいつのっこみシーズンが到来してもおかしくない。ロハスカヤックってね、僕らお世話になってるカヤック屋さん、カヤックの釣りガイドもやってるんですけど、よくマダイ釣るんですよ、ね、あの走り水でね、船出して、まあカヤックだしね、のっこみ始まってますから、水温のこといろいろね教えてくれて、もうちょっとかもねなんていう話でしたね。東京湾のルアータチウオ、大抜き沖の水深50メートル前後を狙って79センチから121センチのタチウオが1匹から10匹。初心者を含めて全員キャッチできたものの、当たりは散発的だったというタチウオ。竹岡沖を狙うシャクリアオリイカ船、これではですね、600グラムから 1.9 キロのアオリイカが0から3杯釣れてます。で、今週は竿頭で13杯釣れた日もあったということはね、これ、ね、やっぱこれもいい日に当たりたいね。行くまでわかんない。須の崎沖のヤリイカ船では25センチから50センチのヤリイカが0から2杯と、これ厳しかったね。撃沈ですね。剣先沖を狙う丸イカ船、反応はあるものの、ノリはいまいちだったということで、15センチから35センチが1杯から16杯。小網代沖のカワハギ船、18センチから26センチのカワハギが1匹から8匹。
で相模湾の深場沖の瀬を狙う金目陸奥五目線では金目が絶好調だったと。朝から多点掛けが連発して、28から40センチの金目が25匹から30匹はすごいね。両型の黒陸奥もさらに混ざってご近所に配れるほど釣れたと。金目とか黒陸奥ちょっと釣れたんでもらってくれませんか。これみんな嬉しいでしょ。相模湾の天台線、江ノ島沖をメインに浅場から深場まで攻めて24センチから30センチの天台が0から5匹。江ノ島沖の小間瀬マダイ、では大型マダイが浮上したんですって、1キロから 3.5 キロのマダイが0から2匹、他にも大型のバレ、ラインブレイクが2回あったと。わあ、悔しかったろうね、大型バラした。ラインブレイクもね、ちょっと本当がっかりするね。糸巻き直してればとかさ、まあ、古い糸のまま使っちゃうんだけどね、ちょこちょこ巻き替えましょう。江ノ島沖で気軽に楽しめるライトルアー船では20センチから25センチの大型ウルメイワシが8匹から22匹、3、40センチのサバが0から7匹。江ノ島沖の水深100メートル前後を狙うオニカサゴ船では15から30センチのオニカサゴが0から4匹。茅ヶ崎沖を狙うフグ船、メインターゲットの詳細フグが不調で 400g から 1.3 キロのトラフグが船中で3匹という超過でした。茅ヶ崎沖から辻堂沖を狙うライトヒラメ船、1キロから 2.3 キロのヒラメが1匹から4匹。生きたイワシを餌に使います。それを泳がせてね、ヒラメに食べてもらおうという寸法なので、イワシを弱らせないように素早く確実に針につけることが大事。平塚沖の丸イカ船では丸イカがノリノリだったんですって、20センチから27センチの丸イカに麦イカも混ざって15杯から62杯釣れました。こんぐらい釣れたらもうわっしょいわっしょい、もう最高ですね。神津沖、餌釣りやルアーで狙うタチウオ船は、85センチから110センチのタチウオが18匹から39匹と、こちら絶好調。小田原沖の深場を狙う金目船、26センチから34センチの金目が13から14匹。ゲストはほとんどなく本命だけのね、金目鯛がね、釣れたということで、これは良かったね。続きまして、満潮マン、改め釣り博士を名乗っております私、出大輔。これを知れば一匹多く釣れるかもしれない今週の豆知識です。博士じゃ、今週はヒメダイのうんちくじゃ、心して聞くのじゃ。ヒメダイはタイと名前がつくが、タイ科の魚ではなくフエダイ科の魚で、いわゆるアヤカリタイじゃ。南方系の魚で、ハワイではオパカパカと呼ばれる高級魚、沖縄でも比較的よく取れるのでメジャーな魚の一つなんじゃ。東京周辺ではオゴダイと呼ばれて、伊豆諸島や小笠原で漁獲されたヒメダイが高級魚として珍重されているんじゃ。主に100メートルより深い岩礁帯に生息していて、最大サイズは60センチ。最近では相模湾でも増えてきていて、磯場で小型のヒメダイが釣れたり、沖釣りではアジやイサキを狙う五目釣りで深場を狙った時にゲストでかかったりするんじゃ。伊豆諸島などでは深場、中深海深場釣りの対象魚として人気があるが、相模湾で狙って釣るのは困難なので、釣れたらラッキーじゃな。癖がなくしっとりとした白身、刺身、焼き物をはじめ和洋の様々な料理に合うので、運よく釣れたら試してみるのじゃ。ということで、今日も超過報告待っておるぞ。画像付きメールも大歓迎じゃ。それからわしに教えてほしい魚の釣り方質問も待っておるぞ。博士宛に送ってきなされ。ザバーン@fmyokohama.jp まで今すぐ送るのじゃ。
お送りしているのはガールズガールズのマジックでございます。来週の土曜日4月13日なんですけれども、みなとみらい県民共済プラザビルの1階県民共済未来ホールで行われるゴッドブレスサタデーゴブサタの公開放送にゲスト出演ガールズガールズするんですね。詳しくは FM 横浜のホームページをご覧ください。マジック聞いていただきました。それじゃあね、皆さんからねメッセージ紹介しようかなと思いますが、まあ、釣り情報明けなのでこれ紹介しましょう。相模のタカです。このリスナーの方でね、百目釣りにも挑戦したというタカさんなんですね。アウトドアデイジャパンお疲れ様でした。天気にも恵まれ大盛況でしたね。私は土日仕事だったので午前休をねじ込み、無事パイント847ゲットできました。このスタンレーのグラス買っていただきましてありがとうございます。相模のタカさんすごいんだから、お土産持ってきましたって言って、アオリイカ、アオリイカのもうちゃんとこう処理してさばいてあって、こう真空パックみたいにしてさ冷凍したアオリイカいただきまして、いっぱいくれたんだよ。だから多分アオリイカ一杯分ぐらいをこう何個かに分けて冷凍されたもうフラットな状態で持ってきてくれて、辰巳ディレクターと分けました。うちはまだ冷凍庫に入ってるんですけど、まだ冷凍庫、まだ冷凍庫、そうか、早く食べたいね、楽しみだね。でそんなタカさんなんですが、さて今週の超過報告ですが、今最も盛り上がっているトラフグ X デーに参加してきました。やっぱね、もうトラフグ釣れる時期って短いからね。釣果はトラフグ2匹両方ともオスでした。残念ながら1匹は精を出し切っていて白子が食べられる状態ではありませんでしたが、もう1匹からはでっかい白子をゲットできました。今回行った船宿では身と白子に加えカエルと言われる部位カマがもらえ、このカエルを唐揚げにしたらめっちゃ美味しかったです。白子も丁寧に下処理をし、天ぷらと白子焼きでいただきましたが、こちらも絶品でした。もう私も先日ね、一緒に釣りした方が釣れたトラフグいただいて、ね、さばけるお店持ってってさばいてもらったんですけど、なんであんなうまいんだろうね、トラフグってね。ほんと超高級魚って言われるだけありますね。いやーこう写真があるんだけどさ、唐揚げとか白子焼きとか、まあ、もう贅沢ですね。結構いい方じゃないですかこのトラフグ。X デー今ですよね、行ってみるまで、X デーが続いてるかどうかっていうのはわからないっていう、そのドキドキ感もトラフグ釣りの楽しみですね。でも本当さ、もう 4,5 キロとかいるからね、夢がありますよね。釣り楽しんでる方、今行きましょう。マンゴーボックス行きましょうか。タカさんカモン。ザバーンキャンプステッカー出ました、おめでとうございます。ありがとうございます。スマホで簡単検索、住まい探しはあなたの街の住宅情報館6時をお知らせします。週末が来た、マンゴータイムショッカー、チョコファイヤ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 ー、心の火を灯せよ、心の火を灯せよ、朝6時になりました。改めましておはやまん、 84.7FM 横浜のアウトドア番組ザバーンやっております、マンゴー隊隊長の井手大輔でございます。皆さんのおかげでね、20年を迎えることができまして、21年目に突入したザバーンなんですけども、本年もよろしくお願いいたします。ちょっとね、アウトドアデイジャパン来たよっていう、行ったよっていう、メッセージいくつもいただいてる。ちょっとここでね2通紹介しましょうか。まずね、あ、これ行こうか。陽介さんですね。先週土曜日アウトドアデイジャパン東京出店お疲れ様でした。そして20周年おめでとうございます。20本のフェザースティックとドライフラワーでフェザースティックブーケを作り渡したものです。受け取っていただきありがとうございました。すごかったんだよ、あのフェザースティックってさ、要は焚き火始める時のさ、あれだよ、あの棒をさ、こうナイフでこうくるくるっ
ぐるっとこう削ってって、まあ、フェザースティックあるでしょ、あれをこう束ねてブーケにしてやんのよ。初めて男に渡しましたっつって陽介さん私にそれをプレゼントしてくださいまして、ちゃんとこのなんていうのブーケのラッピングしてあるんでね、でドライフラワーもこう散らしてあってね、こうピンクの花とか紫の花とかさ、もうすごい可愛らしくて、あーこれじゃあ焚き火やるとき使いますねっつって、20本フェザースティック作るのってなかなか大変だと思いますよね。でも1本作るのにこう根気がいるしさ、こう削りすぎると今までねこう毛羽立たせたとこ全部こう削り落としちゃったりとかして、あーってね なるからね。女性の方には渡してたってことですよねこれね。どうぞこうどんなリアクションするんだろうね、こうもらった方はね、もう僕はもうただただすごくて、おおすげえすごいっすねこれ、ありがとうございます、ね、そんな感じで楽しく、皆さんとねコミュニケーション取れて、とってもいい思い出のアウトドアデイジャパンでしたね、ザバーンのブースは大行列で大人気でしたね。リスナー一人一人と明るく楽しく元気に話してくれる井出大輔さんに元気とパワーをいただきました。4月から移動だったので少し落ち込んでいましたが元気になりました、ありがとうございましたというメッセージいただきまして、本当楽しかったのよ、うん、なんていうのそのさ、フェザースティックを作ってくれるっていうその思いが嬉しいよね。時間かかるじゃんって、ちょっと作ってみるかって作れるもんじゃないよ、20本のフェザースティック、うん、でラッピングもしてるしさ、ほんとね皆さんからね、ほんといろんな差し入れいただきまして、恒例の缶コーヒー持ってきたよ大ちゃんっていう、中身コーヒーじゃないんだけど、もう缶コーヒーに似た容器に入っても日本酒なんだけどさまた持ってきたよっつって、ありがたいね。あとこうこれみんなで食べてくださいって渡してくれて、でも本当忙しくてその場では全然食べられなくて、家持って帰って開けたら鮎の形したおせんべいだったりとか、すごい美味しかった、もう瞬殺してしまいましたごめんね俺一人で食べてね、あとねいろいろスイーツ持ってきてくださったりとかね、もうリスナーの皆さんの気持ちがすごく伝わってきて、僕らもやってて楽しかったね、うん、ドライフラワーフェザースティック、これはちょっと僕の薪とか入れてる容器に入れとくんで、今度の着火で使いたいですね、ありがとうございます。マンゴーボックス引いてみましょう、カモン。焚き火部ステッカーです、おめでとうございます、ありがとうございます。あの会場で配ったやつとは、あの一個前の2023年版の焚き火部ステッカー、もうラストチャンス近いですね、これをゲットするにはね、もう一つこれ紹介しましょう。旭区のミッチーの嫁さんです。おはようございます。先週のアウトドアデイジャパンお疲れ様でした。桜はまだでしたけどめちゃいい天気で最高でしたね。天気に恵まれたね、ほんと2日間とも。井出隊長にもスタッフさんにも会えて幸せな時間でした。毎年自分の中で恒例のリュックに隊長のサインを書いてもらうも達成でき、写真も、ご一緒してもらいありがとうございました。着々とリュックに井出隊長のサインが増えてってますよ。何個も書いてあるのよ僕のサインが、だからもう何回も来てくれてるっていうことなんだよね。でここにサインしてください、でこれどんどん溜まっていくのね。でしかも今年は有料サイン第1号にもなれてめちゃくちゃいい日でした。そうでした、今年もやりました。これ行列対策としてね、時間かかっちゃうからサインはもう1人1個で一緒で、本当に 2枚欲しい人なんかいるのっていうことで、サイン2枚目から有料500円っていうのやってたらですね、去年以上にねたくさんの方サイン買います、2枚目お願いします、本当にいいのってもう毎回確認しつつ、いやお願いしますって言うから、ありがとうございます、もう 何枚でもしますよっていう気持ちで、いやなかなかなね売り上げに なって本当なんかありがとうございました、あれ本当もうあのなかなかなウィンウィン企画ですね、サイン2枚目から有料っていうのはね、うん、ありがたいわ本当、うん、待ってるさ行列のみんなもさ、早くしろよってこう思ってるわけじゃんきっと。
10枚とかサインしてた頃、そんな時もあったからね。うん、そしてめちゃくちゃいい日でしたとね、本当ありがとうございます。そして私旭区のミッチーの嫁はチャリティーオークションでザバーンのジャケット黒をゲットした人物のお嫁です。主人も隊長と一緒に写真を撮らせていただいたり、楽しい時間をありがとうございました。夫婦揃って一礼です。また来年も会いに行きますので、それまでラジオ聞いて頑張りますと。そうだ、こんな事件がありましたね。あのね、年末に私の、友達のグッドフェローってプリント工場やってるいおりくんっているんですけど、お年賀だっつって、もうあれアウタージャケットだよね、こうダウンじゃないけど中綿が入ってるすごいあったかそうなジャケットにザバーンのオリジナルのロゴのプリントがバーンって背中とか胸とかにねあしらって、それ作ってくれて送ってくれたんですよ。で黒と、ブラウンの、2つそれがあったんですけど、これもうちょっと季節も過ぎちゃったけど、これチャリティーオークション出そうかっていう話したら、ほんとねものすごい競り合いが始まって、でチャリティーオークションの中で最高額で売れたんですって。で片っぽが2万6000円とか、そんな2万4000円か6000円かで、2万4000円かで、もう一つが3万6000円とか、すごいよね。だから合わせて6万円のチャリティーになったわけですよ。これはね本当ナイスチャリティー、会場中で響き渡ったね。すごい競り合いだった。もう僕その時だけゲストで司会でステージでさ、このチャリティーオークション、やらせていただいたんですけど、どんどん値段が上がってくる、痺れましたね。本当に本当にやんって言って、全員でナイスチャリティーって叫んで、あれ楽しかった。能登半島地震の被災地支援に使わせていただきましたんで、本当チャリティーオークション他のグッズもね、みんな結構定価近くとか定価オーバーぐらいになったものもねあったもんね。いやすごかったよ、本当ありがとうございました。ザバーンのジャケットっていうのはね、この世の中にそのブラウンと、黒1枚ずつしかないんで、本当に激レア中の激レアアイテム、落札ありがとうございました。ということで旭区ミッチーの嫁さん、マンゴーボックスいってみます。カモン。外燻製用脱水シート出ました、おめでとうございます、ありがとうございます。これで家でも外でも干物作ってください。燻製用脱水シートお送りします。これね冷蔵庫で干物とかも作れますからね、ぜひぜひいろいろチャレンジしてみてくださいね。じゃあねザバンのメニュー紹介しますと、この時間6時台は6時20分頃にアウトドアデイジャパン実行委員長沖田正夫さんまた電話つなぎまして、アウトドアデイジャパン2024このイベントを振り返ろうとね、新鮮なうちに振り返ります。6時40分頃はウェーブコンディションです。波情報 BCM の情報協力で湘南と千葉の最新波情報をお届けします。黒田さんも来てくれたねイベントね、ありがたいね。7時5分頃は坂宮プレゼンツ爆鳥モーニング丸いかつり、今月ピックアップしますよ、今週、からスタートですね。で7時20分頃特集コーナーグッドゴーではアウトドアデイジャパン2024で行いました我々のねトークショーザバーン20周年記念スペシャルトークショー&ライブの模様をオンエアします。宮武博さんが素敵なライブ披露してくれたんですね、まあ、その辺もぜひ楽しんでくださいね。じゃあ6時台の1曲目リクエストいただきました、ラジオネームプチゴリラさん、厚木市から送ってくれましたね。でねプチゴリラさんもね来てくれたんですよアウトドアで、先週は暑い中 ODJ お疲れ様でした。初日に参加し初めての雰囲気に圧倒されましたが、一緒に参加した子供たちもパチンコ作りをしたりいろいろ体験できて楽しめたと喜んでおり、キャンプにも興味を持ってくれました。パチンコ作りってきっとこれ勝秀鍛冶屋さんのブースだね、竹を削ってパチンコ作るっつって、で作ったらさどんぐりとか玉にしてこう飛ばしたりできるっていうね、これいい思い出だろうね。ザバーンのブースでは隊長と初めてお会いでき、笑顔が素敵な方でかっこよかったです。キラキラステッカー&パイントグラスが無事ゲットできたのは良かったんですが、翌日 X で焚き火部缶バッジプレゼントのポストを見て休みじゃないことを悔いていました。
そう、2日目やったんだよ、焚き火部缶バッジ、合言葉言ったらあげるっていうね、ポストを見ても休みじゃないことを悔いていました。また来年以降も参加したいと思います。ようやく桜も満開になったのでこの曲リクエストしますということで、ケツメイシのあの曲のリクエストです。じゃあ行ってみましょう。桜、出ました、チャムスホットサンドメーカーです。おめでとうございます、ありがとうございます。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてますんで、ザバーンアットマーク FM横浜.jp までお寄せください。それじゃあお天気いってみましょう。時刻は6時17分です。 FM 横浜ウェザーインフォメーション、室アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。6時17分現在、みなとみらいの空は日の出も見えず厚い雲に覆われています。現在の横浜の気温は 10.4 度、湿度は 81% です。今日も神奈川県は湿った空気の影響を受けるため、どんよりとした花曇りの土曜日となるでしょう。そして日中は所々でにわか雨の可能性があります。灰色の雲が見えたらにわか雨のサインです。県内の降水確率、午前午後とも 40%、 午後6時以降は 60% となっています。夜になると雨の降るところが多くなるでしょう。昨日東京でソメイヨシノの満開が発表されましたが、神奈川県内のスポットは三軒園をはじめ七分咲きというところが多くなっています。今日お花見など予定されている方は折りたたみ傘をお持ちください。今日日中の予想最高気温は横浜、東京は14度、小田原は17度と3月中旬並みのところが多いでしょう。昼間も薄着では少しひんやりしそうです。そして明日日曜日も雲が多く、朝のうちは雨が降りやすくなりそうです。天気予報でした。室アナウンサーありがとうございました。では続いてアウトドアコンディションチェックしていきましょう。まずはこちら、波情報。サーファン、サーファーの皆さんに波情報ですね。波情報、 BCM の最新波情報によりますと、現在の湘南はうねりの弱いすねから膝くらいで厳しい場所が目立っています。あ、ほとんどね割れてない状態ですね。鎌倉は膝のうねりのサーフですね。くげ沼は割れてますが、すね、セット、膝っていうスモールコンディションですね。で、辻堂も同じくです。すねから膝の波。で、あとはうねりで割れてない。茅ヶ崎はすねから膝のうねり。平塚生コン前は膝のうねり。そして大磯、膝からもものうねりとなっております。で、今日は日中もうねりは強まらないと。サイズの小さな状態が続きそうな湘南です。で、一方千葉に行きますと腰から肩くらいありまして、今一つながらサーフィンできる状態です。日中もうねりが残り、潮の動きに伴って楽しめる状態となる可能性もありますということなので、今日はね、千葉に向かった方がサーフィン楽しめそうですね。続いて風情報です。ウィンサーフィン、江ノ島北の風2メートル、気温は10度、三浦は北北東の風4メートルで、こちらも気温は10度となっております。続いてお花見。そうです、お花見情報を入れてますね。神奈川周辺のお花見情報を入れていきましょう。先ほどね、室さんからもねインフォメーションちらっとありましたけれども、七分咲きが多いですね。大岡川プロムナード、三景園、源氏山公園、小田原城址公園、七分咲きとなっております。で、満開を迎えているのがアネスト岩田ターンパイク箱根、そして生田緑地満開です。東京都内のポイントを見ていきますと、上野公園はねまだ五分咲きだそうです。代々木公園七分咲きで、満開を迎えているのが飛鳥山公園、目黒川、明治神宮外苑となってます。目黒川は毎年混み合いますからね。でも見事ですよね。昔から花は綺麗な場所でしたけど、もうこう時は流れ、木が大きくなってね、
川を覆うようなあの満開のトンネルはやっぱ見事ですね。ぜひね見に行ってみてください。以上ウェザーインフォメーションでした。さあ時刻は6時24分ですね。 FM 横浜ザバーン井出大輔がお送りしています。でこの時間は様々なアウトドアの達人に電話をつないでいるんですが、今日はキャンプ&アクティビティマガジンガルビーの元編集長で現在はアウトドアデイジャパン実行委員長の沖田正夫さん、電話つながってます。おはようございます。はい、おはようございます。いやー、アウトドアデイジャパン2024先週末お疲れ様でございました。ありがとうございました。井出くんたちもお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、楽しかったですね。楽しかったね、本当にね。疲れたでしょ。沖田さん、いや土日はね始まっちゃえば本当にもう楽しく過ごさせてもらって、ザバーンリスナーの方もね多く来ていただいて本当ありがとうございました。いや本当ね、今年ねもう去年もよりもやっぱ多いんですよね、お客さんの数。そうですね、2日間でね12万人近い方に来ていただいて。そんなに。うん、土曜日曜日がね、やはり土曜日より多くて、うん、やっぱそれでまあ春休みっていうこともあるのかな、かなり多くの方に来ていただいたかなと思いますね。まあ去年がちょうど10万人ぐらいだったので、はい、去年より多く、まあ去年まではやっぱコロナのコロナウイルスの方が前、まだ5類になる前で、そうです。まだなんとなくね、もやもやっとしてる時期だったこともあったんで、まあ今年はそれも何もなく、解除された状況での初めての遊戯でしたから、そうですね。やはり、うん、多くの方に来ていただけたらかなと思いますね。こうやって天気にも恵まれたっていうこともありますし、こう人数でやっぱりこう増えてるっていうのは、うん、なんか僕らもすごい嬉しかったな。あのブースもですね大盛況で、うん、もう大盛況すぎて、うん、気づけばですよ、うん、もうほとんど他のブース回れなかったんですよ。おー、いつもだったらね日曜日ちょっと午後とかだったね、回ってたもんね。そう、回って、ちょっとね、人の入りが落ち着いたなっていうタイミングで、他のブース回って、皆さんと挨拶したりね、こう、面白いグッズ探したりとか、そういうのしてたんですけど、うん、今年はね、もう気づいたら、回ったらみんな店じまいしてました。うん、そのぐらい我々ね、気づかず、忙しかったんですよね。うん。僕もね、ブースを、まあ、全体としてなんか問題がないかぐるっと回ったりはずっとしてたんだけれども、ブース内にね絶えず人がいる感じで、僕もご挨拶したりお話ししたりしたいなと思ったけども、なかなか話すタイミングが なかった、まあ、邪魔しちゃいけないので話すタイミングがなかなかなかったですね。ね、でもそれだけね他のブース、まあ、今回結局何個のブース出たんですか。めちゃめちゃたくさん出てましたよね。でもね今回実はちょっと工夫というわけじゃないんだけども、少し出店者数を減らさせていただいちゃったんですよ。そうだったんですね。それでどうしてもごった返して混んじゃうエリア、通路が できちゃうものですから、はい、そういった混雑を一応緩和させるためにということでレイアウトをゆっくり作るようにしたんですよね。なるほど。まあ、だけど120でも120ぐらいですね。そっか、120社およそ、うん、で各ブースプラス、うん、本当に人いっぱいいて、うん、そうだね、うん、まあ人が絶えずいたということもあって、やっぱキャンパーというかね、キャンプが好きな方、興味持ってらっしゃる、これから始めたい方も含めて多くいらっしゃるんだなっていうことを目の当たりに実感すると、私たちもそうだし、自己銀行もそうだし、出店者の方々も非常にコミュニケーションが取れてよかったと。で、まあ、いろいろとね、物が売れない時期ということを言われたりもしていますけども、はい、それがどういうことなのかとかね、
その辺もなんかリサーチをしていくっていったメーカーさんもあったんで、うん、非常にコミュニケーションの場としてすごく良かったんじゃないかなと思いますよね。まあ、コロナ禍でねいっぱいみんなこうキャンプが流行って、うん、物がいっぱい売れて、うん、でそれが多分こう一回落ち着いたっていうことなのか、うん、そのキャンプグッズ今売るの大変だなんていう話が聞こえてきたりするんだけどメディアから。でもこの人の入りとか盛り上がり見てるとキャンプブームっていうのはこう果たして去ったんだろうかってあんまそんな印象には なんなかったですね。そうですね。だからメディアの言葉でねちゃんと理解し、まあ、その業界のことを理解せずに普通に書いてしまうメディアなんかもあるから、井出君が今おっしゃった通りねキャンパーさんはやっぱりいるし、うん、メディアブームうんぬんっていう話ではないかなと思いますよね、うん、実際に例えばシルフジバーナーさんのブースとかは今年ちょっとやり方を変えて物を売るだけではなくて新製品をしっかり見せて、はい説明をするっていうようなブースにしたんですよね。ほうほうほう。やっぱり温身商品を見に来る人たちがとっても多かった。でその説明を受ける受けたいということでいろいろと問い合わせというか質問も結構あってちょっと全然食いつきが違ってたっていう話もあったんで、うんうん、やっぱり、面白いものを作るとやはりそこのメーカーさんのところにはきちんと多くの方が集まるんだなってことも分かりましたよね。そうか。新富士バーナーさんで言えば新製品何があるんですかって聞いたらCB 缶のガス缶、はいはい、で強力な寒いとこでも強い CB 缶っていうのが出て、はい、出ましたね。うんうんうん。今までねOD 缶とか丸いタイプの OD 缶だったらねこの低温に強いとかそういうのあったけども、うん、それが CB 缶で強いの出したんですよってこれがもう一押しだっつって教えてくれてましたね。そうですね。シングルバーナーでもねちょっと口径の大きい五徳の部分ヒデのところが大きい部分のバーナーも新しく出されてその辺もやっぱ食いつき良かったっておっしゃってましたよね。あとなんかこう印象的だったブースとかありますか。まあ各ブースね忙しかったから見られる時間もあんまなかったかもしれないですけど北さんは。そうですね。やっぱりコールマンやスノーピークさんが久しぶりにね復活して出ていただいたということもあってちょうど僕もザバーンお伺いした時にスノーピークさんがねリゲルという150万の、うん、超高級テント、うん、そこも中に仕入れをしてそれを実際にお見せしてるとこなんかもみんな食いつきも良かったし、すごい立派な薪ストーブが入ってますもんね、うん、入ってましたね。コールマンさんなんかも実は3月30日発表という商品だったので実はザバーンでお見せできなかったっていうことで、うん、ちょっと実は出たかったんだけど出せなかったっていう商品、はい、70周年を記念したスチールクーラーベルトとか、なんかそういうやっぱりクーラーボックスですね。そういうちょっとそう白いいつもちょっと色がついたりしてるグリーンとかで色がついてたけども今度は真っ白のスチールクーラーベルト、クーラーボックスが発表されていたりとか、うん、やっぱりここの時期に合わせて新しいものとかが多く出て始めているのですごく面白いワクワクさせてもらいましたね。ねえいいですよ。でそれをねお客さん間近に見て触ってチェックできるしそのメーカーの人とお話できるっていうのもいいですよね。なかなかねその辺ができるイベントも多くはないからね。その実行委員長の沖田さんから見て今回のアウトドアデイジャパン良かったところ悪かったところありますか。このもっとこうしたいとかまず良かったところ伺ってもいいですか。今回ステージで、ゆう君たちや、まあ、辰巳君なんかの協力も得て少しトークショーもさせていただいたじゃないですか。やりましたね。うん、まあれをね聞いていただいた方聞けなかった方っていらっしゃるからまあ、それが結局丸と×で考えていかなきゃいけないんだけれどもやはりその僕らの方としても商品メーカーさんにその魅力を発信してもらうだけじゃなくて、まあ、こういう時期だ
から僕らの方もなんか来場される方々にちょっと刺激を与えられるようにということで、ああいうトークショーでそのキャンプのきっかけとか魅力とかそういったものを伝えられるような場を設けられたことは良かったなと思ってますよね。はい、その時のねトークショーの模様、今日7時過ぎの特集コーナーグッドゴーでね、まあ、一部抜粋になりますけれども、うん、そこでオンエアしますんで、うん、ぜひ皆さん聞いていただきたいですね。うん、まあ、それをねよりねあのやっぱりもう告知とか全体として、浸透をその魅力を発信するってことをより浸透していかなきゃいけないなって僕たちも再実感したかなと思いますよね。うん、なるほど。うん、まあ、あのちょうど小石なんかも小石さんなんかもルノブースとかでその自分のキャンプ道具を車に積み込んでどれだけ楽しめるか、どうして自分が楽しんだのか、これでどういう楽しみ方をするのかみたいなトークショーとかも発信したりしてくれて、うん、やっぱそういうこともね各ブースでそういった商品だけじゃなくて魅力を使いこなし方とかの魅力を発信するってこともどんどんやっていただけたらいいなと思ってますよね。なるほど。そうか、トークショーっていうのは今回の、まあ、新たな試みであったかもしれませんね。各ブースでそういうのがこれからどんどん増えていく可能性はある、うん、あると思いますね。そのまあ、メーカーの方が直接トークしていくっていうことも大事なんだけども、まあ、よりそれを使いこなしている方々がこういうふうに使ってますよっていうことをよりキャンパーに近いスタンスで伝えていただくっていうのもやっぱ大事なんだろうなと思いますよね。なるほどな。小石優香のルノートークショー見たかったな。もう全然ね人がいっぱいいてなかなか聞く雰囲気にならずちょっと顔を出したんだけどまあそれだけ盛況だったっていうことですよね。そうだね。まあなんかふと気づいたけど、それが僕もなんかもうどうしてキャンプ始めたかとかそういう話なんか一切すれば今までしてこなかったなと思ったりしてて、はい、そうだよね。あそっか、あそっかと思ったりしてキャンプの名人とかねそのマスターっていうような人たちも最初は初心者でしたからね。うん、そうですね。本当は失敗談とかもっとできるとよかったね。ちょっと時間があまりにも短くてこれラジオで改めて特番でもできたらいいななんて考えちゃいます。そうだね、そうだね、うん、いや楽しかったですよ、トークショー。うん、そうだね。さあ、うん、この後アウトドアデイジャパンはどんな予定になってますか？他全国回るんですよね。そうですね、来週末がちょうど福岡で開催されますね。おお、福岡、うん、で、ゴールデンウィーク明けに、名古屋、うん、で、6月の今回はちょっと第3週に移るんだけども22、23が札幌ですね、うん、で、少し間を空けて9月の28、29で神戸となりますね。全国行脚されるわけですよ、アウトドアデイジャパン。そうですね、これがまたちょっと楽しみだったりするんだけどねそりゃそうでしょうねまた全国行くわけですから、うん、札幌なんかだったらまたキャンプ するんでしょうねきっとね。うん、そのつもりでいますね各地でねその後キャンプができたりするのも釣りができたりするのもちょっと楽しみですから ねいやもう忙しいと思いますけど、うん、頑張ってください。アウトドアデイジャパン、まずは代々木お疲れ様でございました。本当ありがとうございましたありがとうございました。沖田正夫さんでございました。今週もどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや楽しかったね。でそんなね、後ほど7時15分ぐらいにね特集コーナーグッドゴーでこの時の、沖田さんや小石優香さんや、宮武博さんとのねトークショーの模様をお送りするわけなんですけれども、オンエアをね、ここでそのジャパンスペシャルトークショー&ライブで宮武博さんが演奏してくれたライブをねここで一部聞いてもらおうかなと思います。アウトドア最高という宮武博さんの楽曲、これはみんなの掛け声もね会場を一体にしましたね。聞いてください。時刻は6時42分に今ちょうどなったところですね。 FM 横浜トラフィックリポートです。日本道路交通情報センター秋葉さんです。お願いします。はい、東京はアクアラインの下りが故障車のため渋滞しています。
東京はアクアラインの木更津方面に向かう下りはアクアトンネルに乗用車が故障して止まっているため首都高速道路の川崎線に伸びて10キロ渋滞しています。川崎浮島ジャンクションを先頭に首都高速道路の湾岸線は西行きが多摩川トンネルまで2キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネルで4キロ渋滞しています。東名川崎インターから海老名ジャンクションまで30分かかっています。上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京インターまで8キロ渋滞しています。東名川崎インターから首都高速道路の谷町ジャンクションまで30分かかっています。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで2キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。一般道路は神奈川道国道246号線の上りが大和市上宗谷に8丁目で1キロ渋滞しています。今日から春の全国交通安全運動が行われます。この後も安全運転を続けください。日本道路交通情報センターでした。秋葉さんありがとうございました。ここで鉄道の情報です。この時間首都圏の主な鉄道は各社平常運転です。次の交通情報は7時12分頃お伝えします。おはようございます、金子桃です。今日この後8時30分からの神奈川マフィンは神奈川発祥とされている新聞を特集。その歴史やデジタル化が進む現代における新聞の役割などをお伝えします。神奈川県の情報満載神奈川マフィン、たくさん召し上がれ。ザ・バーンをお聞きの皆さん、 DJ 井出大輔さん、おはやーまん。湘南バイザシー DJ の秀島文香です。明日朝6時からの湘南バイザシー、ゲストは鎌倉在住の作家天粕リリ子さん。テーマはこの春からの新ルーティーン、こんなところが変わります、こんなこと始めます、こういうことやろうと思っていますという、あなたのこの春からの新しいルーティーン教えてください。大輔くんはこの春からの新ルーティーンって何かありますか？湘南バイザシーは明日朝6時から。ウェイコンディション、ないね、何にもないね。春からの新ルーティーン、運動した方がいいな、運動不足だもんね。うん、それはちょっと言われるとやんなきゃなって思いますね。うん、明日からかな。明日やろうはバカ野郎ですね。そうですね。運動しないとね。ということで、今日のリアルタイム波情報を伺う時間になりました。時刻は6時46分です。携帯電話スマホアプリの公式波情報 BCM を運営するライズシステムの情報協力でお送りします。担当の黒田さんです。おはようございます。おはようございます。黒田さん、はい、まずアウトドアデイジャパンに遊びに来てくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あの黒田さんすごかったんですよ、はい、あの黒田ですと挨拶してくださって、わあ黒田さんですね、実はね初めてお会いしたんですよ。そうなんですよね、だから誰も僕の顔を知らないっていうところなので。でもその後リスナーの皆さんに黒田さんとお話ししたいっつって結構囲まれてたみたいですよね。あのお優しい家族の方とちょっとおしゃべりしたりしまして、はい、で、あの昨日黒田さん来たんですかっていうのをね、翌日もね結構いろんな方に聞かれましたよ。あの一般人なのに申し訳ないですね。黒田さん、春からの新ルーティーン、はい、何かあります？あのやはり僕も運動不足が気になるので、あらゆっくりスクワットを朝やろうと思うんですけど、はいはい、あの猫を抱えながらやると、うん、あの猫の反応がちょっと面白いので続けようかなと思います。どうなっちゃうんですかね、これ。何みたいな顔で見たりするので、それが面白いですね。へえ、何回スクワット何セットぐらいやるんですか？あ、もう全然10回ぐらいをゆっくりやろうかなと思ってますね。それなら僕にもできるかもしれない。はい、やっぱ続けることが大事なので。そうですね、はい、無理せず続けること、ね、はい、じゃあそれを僕も春からのルーティンにしますわ。
頑張ってみましょう、はい、今朝のサーフィンコンディションどうでしょう。湘南小さいみたいですね。湘南はサイズが小さいですね。ポイントごとにまず教えてください。はい、わかりました。まずは鎌倉七里ヶ浜正面、サイズの方は膝のうねりでノーサーフ、5時台の情報で0名。続いて久下沼、すね、玉のセットで膝、インサイドの力ないトロメ、できてもテイクオフ程度、5時台の情報で85名。辻堂はすねから膝、インサイドの力ないダラダラが中心、できてもテイクオフのみ、5時台の情報で2名。茅ヶ崎市さんはすねから膝のうねりでノーサーフ、5時台の情報で0名。清少方面、平塚マン生コン前は膝玉のセットでもも、インサイドのワイドな厚早めかダラダラ、できても少し滑れる程度、6時台の情報で0名。そして最後に大磯、膝からもものうねりでノーサーフ、4時台の情報で0名となっています。以上です。ありがとうございます、はい、湘南小さいですね。小さいですね。今日どうなります、この後上向いてきます、来ません。この後もですね、うねりが強まる可能性が低いので、まあ、サイズの小さい状態が続きそうですね。そうか、今日のサーフィンは湘南は厳しそうですね、はい、千葉の方が良さそうですね、はい、千葉の方はですね、腰から肩ぐらいありまして、今一つながらサーフィンできています。千葉はこの後どういう見込みですか。はい、この後もですね、うねりが続きまして、潮の動きに伴って楽しめる状態となる可能性もありますので、おすすめですね、サーフィンは。お、じゃあ千葉外房は結構サーフィン今日はいい感じなわけですね。そうですね。なるほど、じゃあサーファーの皆さん、はい、今日は遠征しましょう。はい、ということでよくわかりました。黒田さん、またよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。黒田さんがね、ビール差し入れてくれたんだけど、もう家帰ってから飲んでめちゃめちゃ美味しかったんですよ。あ、嬉しかったな。この後9時頃にはザバーンのブログにも今日の湘南の波の写真と情報を載せますので、そちらも参考にしてください。もっと詳しい波情報や今後の波予想はスマートフォンアプリや携帯の公式波情報 BCM をチェックしてください。以上、リアルタイム波情報でした。元ネタがあれですよ、恋のマイアヒですよね。モルドバ共和国出身のグループオゾンのヒット恋のマイアヒ、これをネタにして I don't wanna wait、流行ったね、マイヤヒマイヤヒマイヤホーみたいなやつね。何言ってるかちょっとよくわかんないけども、あれ多分日本人大体なんとなくじゃないですか、あの曲はね。ただみんな知ってるっていう。メッセージ紹介していきましょう。やっぱりね、アウトドアデイジャパン来てくださった皆さん、本当たくさんメッセージいただきました。そう、あのね、今回僕から皆さんに感謝することもう一つあるとすると、もう来場して我々のブースがオープンするのを待っていただいている皆さんのマナーの良さ。もうさ、もう毎年言ってたけど、この販売が待ちきれなくて何時からですかって、こう今までやっぱ何人かの方、聞きに来てくれてたんですけど、それちょっと時間かかるからやめてくださいっていう話をねしたら、今年いなかったんですよ。おはようございます、何時からですか、販売何時からですか。みんなね、やっぱ分かってくれてるんだね。実際こう何時目指してオープン予定っていうの看板にも書いてたから、それみんな見てくれて、あ、そうかと思ってくれたのか。あとね、その行列とかもあんまね、こうならないように、本当皆さんありがとうございました。おかげですごくやりやすくて、準備も滞りなく、オープン予定の時間からオープンすることができてね、もう皆さんのおかげですわ。こちらラジオネームハンターカブさんですね。伊手隊長、スタッフの皆様、アウトドアデイジャパンお疲れ様でした。2日目、31日の日曜の午前中に行ってきました。当日は天気も良く、バイクに乗ってプチツーリングがてら10時ちょうどに会場に到着。目指すは F 横ブースのつもりでしたが、たどり着くまでに各ブースの誘惑に惑わされ、 F 横ブースにたどり着いたのは10時半頃となってしまい、すでに行列ができてました。でもあれはね、もう立ち寄ろうかなとかフラーって寄っちゃうよね。それがイベントの楽しさだからね、アウトドアデイのね。でも30分で来れたのはもう優秀だと思いますよ。で並ぶこと30分、井出隊長のサイン入りタイベックマルシェ等々ゲットできました。そして、4月2日に出産予定の長女に向けて安産祈願入り焚き火部ステッカーもいただきました。書いたね、安産祈願書いた書いた。娘にステッカーを受け渡し、4月3日に無事元気な男の子が生まれました。ステッカーの効果抜群、ありがとうございます。おめでとうございます。3日前
ねえ、おめでとうございます。初孫です。ついにじいちゃんになりました。私も娘夫婦もキャンプ、釣り、バイクが大好きですので、これからもザバーンと共にアウトドアライフを満喫していきます。孫も立派なキャンパーに育つでしょう。番組これからも末永く頑張ってください。嬉しいね、本当ね、おめでとうございます。孫が生まれたっていうのも嬉しいし、本当さ、いろんなお客さん来てくれて、子供とね、こう一緒にブース顔出してくれる方もいるんですけど、もうこんな大きくなったのみたいなさ、最初来た時こんなんだったのにもうこんな大きいの、もう見上げるみたいな、そういう方もいたりね、こう本当みんなに愛されながら番組ができてるなっていうのを実感しますよ。ハンターカブさん、初孫おめでとうございます。そして娘さんウイさん、お疲れ様でしたね。マンゴーボックス聞いてみましょう。カモン。おー、ストリームトレイルのキャラクターデイブっていう、これカエルのキャラクターのキーホルダー出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。これもう赤ちゃんの人形としてこれ使えるかもね、ストリームトレイルのキーホルダーと OK 書いてお送りしますんでね、おめでとうございます。これ紹介しようかね。戸塚の越後屋さん、これはねアウトドアデイジャパンではないんですけども、先日ついに6ヶ月の息子もキャンプデビューしました。半年だぜ生後。そしてニューテントの初張りを取り行いました。これから家族5人でキャンプ道に邁進する覚悟です。キャンプから帰った夜、妻が、私今日すごく楽しみなことがあるの、それは布団で寝ること、布団で寝ることの良さを感じるためにキャンプ行ってるもんだわ。なるほど、こう言ってきました。不便さを楽しむのがキャンプの楽しさでもありますが、それじゃ苦行じゃんと思う私です。これからのキャンプ道の安全お願い、ステッカーお願いします。 OK、 マンゴーボックスカモン。まあでもこの気持ちすごい分かるね、奥さんの気持ちね、うん。焚き火部ステッカー出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんとね、家のベッド最高ですよ。最新物件情報公開中。まずはウェブで、あなたの街の住宅情報が7時をお知らせします。朝7時には7インチを回してバイブス開けていくのがこのコーナー、7インチ7アクロック。とっても懐かしい2001年のダンスホールチューン聞いてもらおうか。 TOK Money to Burn。 TOK のもう大ヒットチューンですね、Money to Burn。 これはあの給料が入ったからちょっと金使いに行こうぜ、金燃やしに行こうぜみたいな、そういうことですね。でこれすごいこうキャッチーで明るい気分になる曲なんですけどね。もう僕はビビリ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 ボンスキャン、もうあれずっとこう言いたいけどなかなか言えないからちょっと挑戦してみて、もう早すぎんね、もうビビリビビリビビリ言えないんですよこれは。ビビリボンスキャン TOK でございました。7インチ7のクロックのコーナー聞いてもらったところで、続いては爆問です。相模屋プレゼンツ爆鳥モーニング。このコーナーは魚と遊ぼフィッシング相模屋の提供でお送りします。 84.7FM 横浜ザバーンです。井手大輔がお送りしています。ここからは爆鳥モーニング、略して爆問。このコーナーではですね、釣りを楽しみたいすべての方へ毎月おすすめの釣りをピックアップして、その面白さや道具選び、実際の釣り方からおすすめの食べ方までサポートしていきます。もうフルサポートですよ。今月ピックアップするのが丸イカ釣りなんです。詳しいお話をフィッシング相模屋のスタッフ小沢淳さんに電話で伺います。小沢さん、おはようございます。おはようございます。さあ、爆問でイカを扱うのはすごく久しぶりだと思いますけど、はい、丸イカ、これ昔取材行ったことありますよね。そうですね。ねえ、どんなイカなんですか、丸イカってのは。ですね、丸イカはヤリイカ科に属するイカの一種で、丸イカというのは関東地方の
釣り人からの愛称です。あ、じゃあその標準和名っていうのは違うんですね。そうですね、一般的にケンサキイカの子供と言われていて、うん、マルイカの標準和名は、ケンサキイカですね。じゃあ全国的にはケンサキイカって言った方が、ああれねって分かるわけですね。そうですね、まあ、でも本当イカってね、地方地方によって全然呼び方変わったりしますからね。そうですね、うん、マルイカ美味しいイカって聞きますよ。これシーズンっていつぐらいなんですか。はい、マルイカはヤリイカやスルメイカよりも、温暖な海域に分布していて、うん、1月から7月いっぱいまで釣れます。お、暖かくなるにつれて、釣れる水深が浅くなります。そうなんですね。じゃあ今はちょっと深いんですか。ちょっと100メーター前後で今は深いですね。で浅くなると、そうですね、50メーター以下の浅いと本当10メーターぐらいのところまで来る時もあります。10メーター台まで来たらやっぱね、100メーター沈めるより全然こう当たり方が明確になって分かりやすいでしょうね。そうですね。はあ、どこで釣れるんですか、マルイカは。関東地方だと千葉の房総半島から東京湾、相模湾、沼津殿の、駿河湾ですね。じゃあこの辺りのね、F横リスナーは気軽に行けちゃうエリアで丸イカ狙えるわけですね。そうですね。お、どんな釣り方するんですか、丸イカは。船釣りだと主にすってと呼ばれる疑似餌を5本から6本ぐらいつけた胴付き仕掛け、うん、おかっぱりで狙う時はですね、2号前後の小さなエギを使って狙います。おかっぱりから狙うこともできるんですね。はい、狙うことできますね。へえ。で今月紹介する、マルイカ釣りは船でのマルイカ釣りをご紹介します。なるほど。そしてマルイカ釣り、これはどんな人におすすめだと思いますか。そうですね、テクニカルな釣り方でとにかく数を釣りたい人におすすめです。スーパーで売ってないほど鮮度の高い美味しいイカを食べたい人にもおすすめです。やっぱ全然違いますか、ボツリだては。全く違います、ね、全く違うんですか、はい、もう全然歯ごたえと甘みが違いますよね。うわ、しかもこれ丸イカって釣れる人ものすごい数釣れますもんね。そうですね、うん、釣れる人と釣れない人の差が激しい釣りなんですが、うん、釣果に差がつく要因のほとんどが当たりが分かるか分からないか。そうなのそうなんですよ、うん、ただ当たりさえ分かれば比較的簡単な釣りなので、うん、ビギナーの方にもおすすめです。ビギナー行けますか、丸イカ。いや大丈夫だと思いますよ。ただ、はい、僕が過去丸イカほんの数回しかやってないんですけど、やっぱり隣でね、高校生の女の子がバンバン釣り上げてるのを見ながら、はい、僕はね4杯とか2杯とかもうほんと少ない数しか釣れなかったんですよ。はいはいはい、はい、だからね、超能力がないと釣れないんじゃないかなと思ってあのシックスセンス重宝とかね、まあ冗談でそんなこと言ってたんですけど、これやっぱ分かるようになるんですね。そうですね、伊勢さんにも絶対当たってると思うので、分かるかは、うん、当たりが分かるか分からないかでその差が出ちゃうんですね。そっか、これはちょっと今年は釣れるようになりたいです ね。なりましょう。うん、なりましょう。さあ今シーズンその丸イカが釣れてるらしいですね。釣れてますね。年明けからですね、沼津方面の夜釣り、相模湾、房総半島と広い範囲で、まんべんなく釣れています。で水深が、100メーター前後とまだ深いんですが、うん、暖かくなるにつれ釣れるの、浅くなるので楽しめます。そうですね、その10メーター台、15メーターとかね、そういうところで釣れるとやっぱこう当たってから手返しもいいですね。すぐ取り込んでまた第2投目いけるから。そうですね、数釣りができますからね。ねー。で、マリカって全く釣れない年もあるので、今年は、ひょっとしたら当たり年かもしれないです。わー、これは狙いでいきたいですね、ぜひともね。そうですね、ぜひとも。じゃあ来週は丸イカ釣りのおすすめの道具について教えてください。はい、小沢さん、来週もよろしくお願いします。お願いします。ではいつもの言葉で締めてまいりましょう。ご一緒にお願いします。皆さんの爆釣を願って、爆釣！行こう、相模屋へ。今日からみんなが釣り名人。釣って楽しい、食べて美味しい。JR 相模線、万田駅から歩いて3分、釣り具のことなら。魚と遊ぼう、相模屋。相模屋プレゼンツ爆釣モーニング。このコーナーは魚と遊ぼフィッシング相模屋の提供でお送りしました。
時刻は7時10分です。 FM 横浜ウェザーインフォメーション、室アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。今日の神奈川県は曇り一時雨、今日も湿った空気の影響を受けるため各地とも昼間は曇り空が続くでしょう。本格的な雨の心配はなさそうですが、日中ところどころでにわか雨の可能性があります。日中は降水確率 40%、 夜は 60% となっています。夜になると雨の降るところが多くなるでしょう。今日お花見などを予定されている方は折りたたみ傘をお持ちになってください。今日日中の予想最高気温は横浜、東京は昨日より2度ほど低い14度、小田原は17度と3月中旬並みのところが多いでしょう。外に長い時間いる際は羽織るものやストールなどをお持ちになってください。そして明日日曜日も雲が多く、朝のうちは雨が降りやすいでしょう。明日日中は雨は降っても所々でにわか雨くらいとなりそうです。そして来週月曜日と火曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。天気予報でした。室さん、ありがとうございました。では続いてアウトドアコンディションチェックしていきましょう。まずはサーファーの皆さんに湘南の波情報です。サーファン波情報、 BCM の最新波情報によりますと、現在の湘南はうねりの弱い、すねから膝ということでね、今日は厳しい場所が目立ってますね。ポイントごとに紹介しますと、鎌倉は膝のうねり、鵠沼はすね、セット膝、辻堂はすねから膝、茅ヶ崎はすねから膝のうねり、平塚生根前膝のうねり、そして大磯膝からもものうねりということで、まあ割れているのが鵠沼と辻堂だけですね。それでもすねから膝というそんな状態です。今日湘南厳しいですね。一方千葉はコンディションいいみたいですね。腰から肩くらいありまして、今一つながらサーフィンできる状態です。日中もうねりが残りまして、潮の動きに伴って楽しめる状態となる可能性もあるということなので、情報チェックしておきましょう。続いて風情報です。ウィンサーフィン、江ノ島北北東の風2メートル、気温は11度、三浦は北北東の風4メートルで気温10度となっています。続きましてお花見、ね、今日天気が気になるところですけども、お花見情報見頃増えてますね。まず神奈川県内七分咲き、4カ所を紹介しましょう。大岡川プロムナード、三景園、源氏山公園、小田原城址公園、七分咲きとなっています。で、満開を迎えているのがアネスト岩田ターンパイク箱根、生田緑地、こちらは満開ね。ターンパイクのドライブ最高に気持ちいいでしょうね。まあちょっと曇り空どん天かなっていうところですけどね。続いて東京都のポイント紹介しますと、上野公園は五分咲きですか。代々木公園七分咲きで、満開迎えているのが飛鳥山公園、目黒川、明治神宮外苑となっていますね。もうほんと昨日ぐらいからね、桜の木の上の方もバーッともうドバッと咲き始めて、今満開、すごい桜のパワーを感じますね。天気持ちますように。以上アウトドアコンディションでした。時刻は7時14分ですね。 FM 横浜トラフィックリポート、日本道路交通情報センター笹沼さんです。お願いします。はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、高尾山インターと八王子ジャンクションの間の高尾山トンネルで事故のため7キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は50分です。中央道の下りは東京の府中バス停で6キロ、相模湖インターで7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションまで7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。国道1号線の下りは横浜市戸塚区影取町で1キロ渋滞しています。保土ヶ谷バイパスは上下線とも車の流れは順調です。
ところでお花見や歓迎会などお酒を飲む機会があると思います。お酒を飲んだら車を運転しないのはもちろんですが、自転車や電動キックボードに乗ることも禁止されています。一人一人の心がけで交通事故を防ぎましょう。今日から春の全国交通安全運動も行われています。日本道路交通情報センターでした。ありがとうございました。ここで鉄道の情報です。この時間首都圏の主な鉄道は各社平常運転です。次の交通情報は7時56分ごろお伝えします。 FM Yokohama Ecology Plan Key Green and Blue Go! 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 これ聞いて行っちゃえばいいんじゃない、行っちゃえばいいんじゃない。84.7FM 横浜ザバーンです。井出大輔がお送りしています。 FM 横浜エコロジープランキープグリーン&ブルーと連動してお送りしているのがこのコーナー Good to go! Good to go! Good to go! 毎週その都度熱い情報をここで紹介しているコーナーなんですけども、まあ、この時間はねもう今週の放送ずっとアウトドアデイジャパンの話してますけれども、代々木公園で先週末開催されました、30日31日とねイベント大盛況だったんですけども、2日目31日の15時からねザバーンがトークショーをやりました。20周年記念スペシャルトーク&ライブ、1時間時間枠をねステージでいただきまして、そこでねおしゃべりさせてもらったのがアウトドアデイジャパン実行委員長の沖田正夫さん、イラストレーターでキャンプコーディネーターの小石優香さん、そしてウクレレシンガーの宮武博さん、お三方をお迎えしてね、私含めて4人で盛り上がったそんなトークショー、そして宮くんのライブの模様をお楽しみください。皆さんキャンプどうやって始めたんですか。確かに沖田さんとか聞いたことない。沖田さん聞いてみたい。何年前からやってるんですか。いやいや僕は10歳ぐらい、10歳ちょっと前ぐらいからボーイスカウトやってましたから。ずっとボーイスカウトで、まあ、ボーイスカウトってね献金とかそういうのもさせてもらったりするんだけど、まあ山登ったりキャンプしたりして、まあ、そこからずっとやってる感じですね。で、まあ、当時はだからもうこんないいテントじゃなくて、もう本当もう鉄骨組みたいなもので、はい、幕とグランドシートが別々に分かれてて、で重いからそれぞれみんな子供たちが分担して物を持って、でもそれを抱えてあの河原の奥の方まで行くみたいな感じのことをやってましたね。厳しそう、鬼のような本当ですね、鬼のような、やっぱり過酷なイメージありますね、うん、そうですよね、よく嫌いにならなかったなって。キャンプ初期は結構過酷なイメージでしたそうだからね、あのちょうどその小学校高学年ぐらいの時にアメリカのボーイスカウトの子供たちと交流するキャンプ大会とかあって、その時にそのアメリカの子供たちは LL ビーンの軽いテントとかそういうの持ってたわけ。なんだこれは、衝撃的衝撃的、こんなのがあんだと思って、絶対大人になったら買ってやろうみたいな。なるほどあでもその頃ねこう使ってたテントっていうのはどこのテント、小川じゃないとか。あだからねそうやってね今もずっとこうあるメーカーっていうのはこう嬉しいですよね、そうですね、まあでも使いたくないけどねいや今はもうだいぶ良くなってますから今は素晴らしいテントで、そうです、めちゃくちゃ設定ですからね、時代ですね。こいっちが初めてキャンプやったの覚えてますか。私は全く真逆で子供の時やったことなくって、もうそれこそ十何年前に初めてやったのが、大人になってからやったのが初めてです。でその頃はやっぱりそのコールマンの大きなファミリードームテントが主流だったんですけど、なんかこれだと大きすぎて大変だなと思って、じゃあちっちゃいソロ用のテントでキャンプしようって、でバックパック一つで行けるようなキャンプスタイルだったら女性でも誰でもできるかなと思って、あえてこう昔を知らなかったからすごい自由に自分流にキャンプをアレンジしてって、こういうスタイルになったんじゃないかなと思ってますけど。なるほどね、そうか、まあ当時からでもあのテントはまあ選べるぐらいはありました、そのいろんなジャンルのね、そのキャンプ用のテントなのか山用のテントなのか、そう
そう、少しはあった、うんうん、なんか小石が始めた頃は結構バリエーションあったよね。なんか海外のテントはあったって感じがしてて、うん、そうバリエーションもやっぱあったけど、でもソロがあんまりなかったんですよ ね、うん、ファミリーっていう概念はあって、うん、ソロ用っていうのは山岳用しかなかったから私はキャンプ用のソロテントを作ったんですけど、その後。なるほどね、はい、うん、そうかもしれない、はい、そうですね。そうか、うん、みんなねきっとね最初は初心者だから苦労してるはずですよ、いろいろと、うん、まあ、ね、右も左も私は分からないまんまだったので本当よくやってたなっていう、ね、まあなんとかなっちゃうんだよね、はい、なんとかなりますね、はい、周り見て覚えてた感じです。キャンプの失敗ってその後笑い話になりますからね。もう失敗だらけです ね、寝れなかったことも結構ある。宮くんが、僕は音楽の野外フェスに出るようになって、そこで大体のアーティストホテル泊なんですよ、野外フェスの。まあそれはそうですよね。そう、まあいろいろスタッフもいて、ただそれで僕がガク MC さんと同種の森のナチュラルハイってフェスに出た時に、ガクさんがホテルなんか泊まってるアーティストクソだとか言い出して、で俺らがコールマンのテント立ててやるからお前来いっつって言われて、で行ったら超楽しくて、その時陽介もいたんですけど、でそこからもう僕らはキャンプにしようっつって、でもそこからもう僕野外フェス決まると前泊後泊するキャンパーになりました。あ、素晴らしい。それが一番、まあいろんなコミュニケーションも取れるし、一番結果いいなっていうので、はい。もうライブ終わってすぐ帰るんではなく、そうそう、なんですぐ帰るんだよっつって、大して忙しくもないくせにっつって酒飲んでちゃんとね焚き火囲んだ方がいい話できるじゃんみたいな、そのキャンプと打ち上げ、はい、ライブの打ち上げっていうのがこう兼ねてるわけですね。そうですね、はい、ちなみに井出くんはどうなのそれで。お、そうそう、僕はね、だからその子供の時キャンプしたっていう記憶はあるんですけど、その大人になってからアウトドアって、まあキャンプ行こうってなんだろうね、だもしかしたら仲間内とバンガローで泊まってとかそういうことはあったと思うんですけど、うんうん、そのテント買ってっていうのはフィールアースに参加するときにテント買ったのか、テント買ったからどうしてもキャンプしたいってなってたまたまフィールアースだったのか。それはあるね、うん、あるある。それでですね、その時にあの僕ね、ノースフェイスの VE25 っていうテントを買ったんですよ、はいはい、ね、こんなね、そう、あのあれは山岳テントっていうのがで、僕はねそれにねちょっともう買った理由が、これは日本の南極探検隊が南極でこれ泊まってるっていう、いやかっこいいロマンですね。オーバースペックなぐらいのもう強風へのもう強さ、どこ行くんだっていう。そうでもうフォーシーズンテントで、もうね、あのなんていうの、フラップ、何フットプリント、はい、このあの冷気が入んなくなるやつとかも全部ついてて、もうそれ憧れて買って、フィールアースに行って寒くて、うん、でもテントの中は大丈夫で、ダブルウォールで、すごい、だからそれすごいもう嬉しかったんですよね。でその時にね、確かにフリージービーツ、あの兄弟バンドですね、一緒に行ってて ね、うん、でみんなで焚き火当たってたらあまりにも良くて、でみんなそんな焚き火日頃やってるわけじゃないから、うん、フリージービーツの弟のタクちゃんがですね、焚き火っていいっすね、俺たち焚き火部っすねって言ったんですよ。おお、焚き火部いいね。でそのなんかこう静かなパチパチパチってなった時、うん、酔っ払いながら、いいね焚き火部、ステッカー作りたいねっていう話になって、そんなノリでで作ろうってなって、焚き火部ステッカー作るタイミングでもしかしたらアウトドアデイジャパンの第1回があったのかもしれない。そう、それで作ったよね。あ、そうなんですか。そう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 、そこで、あ、これはいいぞ、キャンプのイベントに焚き火部ステッカー配布できたら最高だと思って作って、もう13、4、14回目、今はね、うん、イベント13回目、焚き火部ステッカーは14回目。あ、そうか。あ、そうか。間作ってんだ。そうですね。直前にキャンセルだったから、あ、中止になったから準備はしてたんで。そうそう、物が。物はあったんだ。そうだ、ま、幻のものはある。幻のものはある。だからね、配布し続けて、はい、もういろんなデザイン、紆余曲折ね、こう時代の流れっていうのも、感じながらですね、はい、今年20周年記念焚き火部ステッカーっていうのを作ったので、もし興味ある方、あそこのね、ザバンブース、すごい今配られた、今タツミ D が、なんかかっこよく、なんかこうかっこいい、ピカピカだよ ね、ピカピカになってる。ちょっと今回はね、特別にあのアルミで作って、はい、あの防水仕様になってるんで、あ、なんか、はい、これ欲しいっていう方いらっしゃいますか。もしいたら、はじゃあこれあげますんで、えあ、じゃあげます、すごい、あ、すごい、
すごい。はい、あ、どうぞ、どっかに行きなさい。じゃあ、あげないわけにいかなくなっちゃうよね。え、そう。じゃあ、どうぞ。俺、もう今もらったばっかだから、あげたくない。じゃあ、あげましょう。はい、そうやってね、初めて行ったキャンプで、ヘビリスなんだ。え、ま、ヘビリスだ。あ、ずるいずるい。初めて行ったキャンプの思い出が良すぎて、うん、ちょっとキャッチーなワードが生まれて、うん、それがこのイベントで焚き火部ステッカーとして今なおこうずっとこう番組でも毎週それをプレゼントし続けるっていう、なんかそのなんか歴史ができたみたいな感じの、ね、やっぱ、ね、焚き火の威力だと思うんですよね。だからそうやってね、みんながこう平和にね、なんかこう集って語れるキャンプっていいなって、こう友達の仲間同士でも家族でもやっぱ素敵だなと思いますね。そうだね、うん、本当もうこの平和が続いてキャンプでもやり続けて笑えたらいいなと思います。はい、もうあの思い出多分語り始めるとあと4時間ぐらいいけて、ね、宮武博さんが演奏する時間がなくなってしまうと思うので喋、はいね、りたいけど今日抑えてるからね。あ、だいぶ抑えてましたね。そろそろで、ね、はい、ザバーンを一番聴いてくれている、一番生で聴いてくれているミュージシャン、はい、宮武博さんのライブ披露していただけませんか。はい、ありがとうございます。お願いしていいですか。はい、それではさっきあのザ・バーンのトークでもね、あのいっぱい名前が出てきましたけどもね、ヨースカ・トームくんっていうね仲間がですね、2019年のですね6月に亡くなっちゃったんですね、急にね。それでなんかこう、まあ、みんなの中心に、まあ、笑顔でいてくれてたので、すごい寂しいなとみんな言ってたんですけど、であの僕本当まさにこうアウトドアデイジャパンとザ・バーンに出会ったのはヨースケくんのおかげなので、ヨースケくんの曲をちょっとねワンコーラスね歌わせてもらいたいと思います。いや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 、あと一曲だけね、じゃあやらせてください、宮武博。そう、今年はですね、あの、年始から、それ、バーってやってみ。バーってやってみ、それ。バーって。持って帰ったら怒られちゃうからね。まあまあまあいいや。あの、今年年始に、あのね、能登で地震があったりして、なんかこう、明けましておめでとうございますって、こうなんか言うタイミングが難しかったり。で、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃうけど、まあ、ヨースカットホームくんってね、このきっかけくれた仲間が、まあ、亡くなってしまったり、そんなことがね、実は、去年の年始にご挨拶してもらったカンさんで、相葉カスのカンさんもね、去年のうちにね、急に亡くなっちゃったり、まあ、ちょっといろんなことがありまして、やっぱりこうなんかまた会いたいな、また会えるかなって願ってた人と会えるっていうのは、すごいこう、ありがたいことなんだなと思って、それをちょっと忘れないように、今日が始まり、星の終わりにって曲を書いたので、これね、宮武博さんの新曲なんですよね。今日が始まり、星の終わりにっていう、そういう曲なんだけど、これね、まだね、リリースしてないんですよ。これが5月リリースの新曲になるっていうことで、で、この曲のリリースを記念したスペシャルライブが5月の14日、514火曜日に行われます。会場がですね、東京丸の内にあるライブレストラン、コットンクラブでやるんですね。素敵な会場ですね。みやくんのバースデーライブでもあるっていうことでね、ぜひぜひみやくんの、SNS などチェックして、コットンクラブのライブ、5月14日火曜日、宮武博、ぜひぜひね、足を運んでいただきたいなと思います。本当そのヨースキャットホームのパノラマのカバーを一節歌って、その後今日が始まり星の終わりにって、これ素敵な流れでしたね。なんかこうジーンと来てしまいましたね。いやー本当この公開収録トークショー、そして、ライブを披露してくれた宮武博さん、そしてサックスの加藤雄一郎さん、ありがとうございました。素敵な時間を演出してくれましたね。アウトドアデイジャパン、また来年も参加したいですね。以上でございます。じゃあ一旦 CM 行きましょう。 84.7FM 横浜 The Burn Diamond Condition。時刻は7時36分でございます。ここでダイビング情報をお伝えしていきましょう。今朝入った最新情報によりますと、オープンしているのが逗子八幡の伊豆海洋公園、お瀬崎、城ヶ島、こちらオープンです。で、ふ頭に関してはエントリー要問い合わせとなっております。では昨日の時点の透明度と水温見ていきましょう。まず八幡のから紹介します。透明度5から8メートル、水温16度。伊豆海洋公園、透明度5から10メートルで16度ですね。で、ふと5から10メートル見えていて、水温15度なんですが、今日はエントリー用問い合わせのふと。
尾瀬崎は透明度6から10メートル、16、7度の水温。そして城ヶ島、5から6メートルの透明度、16、7度の水温となっております。では今週のピックアップダイビング情報を聞いていきましょう。今日は、逗子葉山ダイビングリゾート、松永さんです。おはようございます。おはようございます。さあ、松永さん、逗子、コンディションいかがですか？はい、曇り空なんですけれども、海の方は安定しておりまして、エントリー OK ですね。お、そんな逗子潜るとどんな感じなのか、まず透明度、水温どうですかね。はい、透明度はですね、7から8メートルくらいですかね、水温は15から16度になっております。どんな生き物に会えますか？ね、だんだんと春の海にはなってきてはいるんですけれども、相変わらずですね、ウミウシは多いですね。赤鬼海の海牛や縦島乙女、小金美濃をはじめ、10種類から15種類ぐらい、ワンダイブで見られるような感じになっていますね。そんなに種類豊富なんですね、今ね。多いですね。まあ、一時期30種類とかね、40種類とかって言ってましたけれども、今はまあ15から15ぐらいですかね。まあ、でもね、ゆっくり探せますね。もう、一回のダイビングで種類集められたら楽しいですからね。はい、ですね。あとやっぱり人気の、カエルアンコウですね。各ポイントに、黄門カエルアンコウやイロカエルアンコウ、もいてくれてるので、カメラをお持ちの方ですね、楽しめるんじゃないかと思いますね。何センチぐらいのカエルアンコウなんですか？ね、3センチから5センチぐらいなので、お、かわいらしい。で、そんなに動き回ってないので、被写体としてはすごく、撮りやすいんじゃないかなと思いますよ。なるほど。あと何ですか、はい、群れがいるんですか？そうですね、やっと春らしくなってきたのかなと思うんですけれども、ムツの幼魚とかアジの幼魚とかがね、結構群れていまして、で、あと小イワシもかなり群れてまして、ちょっと季節、そうですね、シーズン的にちょっと早いかもしれないんですが、イナダの大群がね、それを追っかけ回したりとかっていうようなシーンも見ることができますね、今ね。釣り船とか乗ってるとですね、イナダとか釣るのが好きな方はやっぱこう船でイワシの群れを探すんですね。イワシ玉ですよね。でそこにものすごい数の魚がアタックしているっていうのが、こう水面でバチャバチャやってると釣り人大興奮なんですけど、もうまさにそういうのが水中から見られるってことですか？そうですね、水中でもう追っかけ回してるのが見られるので、もうアタック見られるっていう感じですよね。はあ、じゃあ、はい、イワシの鱗で海の中キラキラになってるわけですか？そうですね、本当にね、イナダが追っかけないにしても、本当イワシの群れのキラキラを見てるだけでもすごく綺麗だし、癒されますよね。うわー、海の中から見てみたいですね。なかなかね、はい、こう水族館とかでは見たことある人もいるかもしれませんが、生で見ると迫力違いそうですね、そうですね、はい。何かイベント、お知らせありますか？はい、はい、この時期になってくると皆さん各ポイントも、行ってらっしゃると思うんですけれども、アオリイカの産卵ショーですねを、再来週ですかね、私どもの方も、入れることになりました。木を沈めるんですよね、そうですね、はい、今回も、餅の木を、まあ、伐採してきて、それを入れるような感じなんですけれども、あれ、近所の小学生、小学校6年生ですね、の皆さんに、短冊を書いていただいて、その短冊を産卵床に結びつけて、海の中へ沈めるというような、イベントを行います。あ、じゃあ子どもたちの願いも一緒に届けられるわけですね。子どもたち、また市長さんもね、参加されますけれども、うん、はい、たくさんね、アオリイカ集まってくれるといいですね。他のいろんな生き物も来るわけですよね、きっと。そうですね、アオリイカだけじゃなくて、そこの産卵床を住みかとして、魚たちが、小魚たちが集まってきてくれますのでね、本当に、魚のゆりかごみたいな感じになってくれると思います。なるほど、じゃあアオリイカその産卵始まったらまた教えてください。はい、ぜひ報告したいと思います。松永さんでした。逗子葉山ダイビングリゾートから伝えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ダイビング情報、情報協力は逗子葉山ダイビングリゾート、八幡のダイビングセンター、伊豆海洋公園ダイビングセンター、スキューバプロショップふと、尾瀬崎ダイビングハウスマンボウ、そして城ヶ島ダイビングセンターでした。以上、ダイビング情報でした。アイリー、こちらリクエストいただきましたよ。オカピーからのリクエストですね。伊手隊長スタッフの皆さん、マンゴ隊の皆さん、焚き火部の皆さん、ヤーマンワンガン、まずは代々木公園のアウトドアデイジャパン、お疲れ様でした。各種グッズの完売も何よりです。そして番組開始20周年おめでとうございます。ポーポーポー、素敵な番組を作ってくれた赤ワインさん、ナーフリスペクト、
放送当初は前職の通勤途中で聞いてましたが、いつからかアラームをかけて聞くようになっていました。そして今ではラジコのおかげでエリア外でも聞けるので助かってます。横乗り系、アウトドア、釣り、そしてレゲエと非常に自分のライフスタイルと近い番組内容に惹かれています。これからも素敵な番組を作って耳薬の処方をよろしくお願いします。ビッグアップ。放送当初は1歳の娘に、今では2歳の孫がいて、親子3代で参戦するとは思ってもいませんでした。本当ね、もういつもねこのイベントごとにアウトドアデイに顔を出してくれるオカピーなんですけど、本当ね途中からこう娘さんがどんどん大きくなってで次孫と一緒に来てくれて、で2歳のねこのお孫ちゃんもねこうヤマーンってやるとこうグータッチしてくれるっていうね、すんごい可愛いのよ。でやっぱもうレゲエ好きのジージー、もうジージーだってオカピージージこれからもよろしくお願いしますね。あのいつもねあのサンプラーでプンプンプンっていうの持ってきてくれるのがねオカピーですよ。もう毎年楽しみにしてますわ。マンゴーボックス行ってみましょう。カモン。エビシ様の大量袋出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。大量袋、釣りした時使ってくださいね。大量袋とお送りしましょう。皆さんからのメッセージ、まだ間に合うかな、どうかな、ザバーンアットマーク FM横浜.jp までお寄せください。じゃあ続いて風情報いきましょう。ウィンコンディション時刻は7時47分でございます。ヨットボートを楽しむ方は参考にしてください。リアルタイム風情報です。まず横浜地方気象台による概況です。本州付近は高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部は気圧の谷となっています。神奈川県は曇りで、東部では朝晩雨の降るところがあるでしょう。西部では夜は雨の降るところがある見込みです。海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。波の高さ、相模湾今は1メートルですね。東京湾は 0.5 メートルとなってます。海上の最大風速10メートル。それではポイントごとの風速と風向き見ていきましょう。横浜北の風5メートル、気温10度、湿度 75%。 ねちょっとこの湿度高くてね、こうどんより曇り空なんですけどね、こう今日お花見される方たくさんいると思います。まあ、僕もねお花見の予定あるんで、お願いだから持ってくれ、もう願ってますよ。観音崎北北東の風7メートル、気圧は1021ヘクトパスカル。剣前北東の風7メートル、須野崎北北東の風7メートル、大島北東の風5メートルで気温11度、網代西南西の風1メートル、色崎北東の風1メートル、関東海域の視程は5海里10キロ見渡せるという状態ですね。風情報の協力は横浜地方気象台、静岡地方気象台、東京管区気象台、第三管区海上保安本部海の相談室でした。では続いてウィンドサーフィン情報を聞いていきましょう。ニールプライド JP のプロウィンドサーファー脇本雄二さんです。おはようございます。おはようございます。今朝の湘南コンディションどうですかね、脇本さん。そうですね、曇っていて、北東北寄りの風がちょっと弱い感じですね。本当もうびっしり曇ってますけどね。ウィンドサーフィンするにはどうでしょうか。ポイントごとにお願いします。はい、了解しました。ではまず三浦からいきます。天候は曇り、北東の風弱く、風向きはボートのサイド、海面はフラットです。でこの後7、8メートルぐらいで上がってきて、十分クリーニングできる風が入ってきそうです。ただし昼過ぎまでで、その後ゆっくり落ちていく、徐々に落ちていく予報ですので、午前中がおすすめです。続きまして鎌倉です。天候は曇り、北北東の風インサイド3から6メートル、アウトで4から7メートル、風向きはオフショア、波は材木座で常膝ぐらいです。今日一日同じような予報ですので、大きい動きでもしかするとオフショアですが、なんとかプレーニングができそうです。最後に御前崎です。天候は曇り、北北東の風4メートル、風向きはポートのクロスオフ、波はセットで腹ぐらいです。今日一日東寄りの弱い予報です。ちょっと上は厳しそうですね。以上です。
となると今日のおすすめはどこですか？そうですね、この後吹いてくる予報の午前中の三浦と鎌倉湘南ももしかするとオフシュアですが全員できるかもしれません。なるほど、はい、イベントありますかね？はい、ですね、今日はそれはないんですけど来週ぐらいから試乗会とそれからレースがまた各地でできるようになっていきますので、うん、あとあの階層がですねかなり伸びてきていますので、特にあのトレーニングしている時には階層に気をつけてください。そうか、これトレーニングしてね、はい、高速でビューってね走ってる時って階層だって分かるんですか？いや見え、引いてる時は見えるんですけどね、見てる時は見えづらい時もありますし、あとちぎれてる階層が流れてくることもあるので、うん、かなり海面よく見てないと危ないですね。なるほど、こう階層にこう当たっちゃった時ってどうなっちゃうんですか？はい、あの小さい階層ですとちょっと引っかかってブレーキがかかるぐらいですけど、うん、大きい階層ですと前飛んでっちゃいますね。そうか、じゃあそうなるね、人にブレーキかかって、はいね、なるべく気をつけないといけないですね。そうですね、よく気をつけて、あとあのお友達とかで情報共有した方がいいですね、あの辺り危ないよとかですね。なるほど、はい、そうか、そういう季節になってきたってことですね。そうですね、はい、注意してください。よくわかりました。ニールプライド JP のプロウィンドサーファー脇本さんに伝えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ウィンドサーフィン情報、情報協力は三浦シャローリーフ、鎌倉セブンシーズ、そして御前崎ムーンボーでした。以上リアルタイム風情報でした。7 FM 横浜 The Burn。 84.7 FM 横浜 The Burn、 もうエンディングの時間ですね。もう今日はねアウトドアデイ、皆さんたくさん足を運んでくれて嬉しかったので、その報告がまあメインになったんですけど、いやーありがたかったね。で番組の20周年で21年目突入っていう話だったり、そうあとまあチラッと言ったんですけど、アジ70匹釣れて昨日大変だったっていう話したんですけど、もうね、もうアジあんだけ食べてんのになんで飽きないんだろうね。もうほんと毎回美味しいのよ。だからそれだけ横浜のアジっていうのはもう美味中の美味ね。たくさん釣れるから簡単な釣りなんでしょう。いや奥深いんですよ。本当ね、あの硬い竿だとこう横に竿構えながら追い食いが分かるんですよね。この2匹目がついたとか3匹目ついた。でもこう柔らかい竿だとこの水平に持ってるとあのクッションになっちゃって、そのついたが分かんないんですよね。だそうするとどうしたらいいんだろうってすっごい味釣りうまい人に聞いたら、竿をこう下にちょっとほぼ立てるようにやるとそのついたが分かるんだと。だから竿の硬さって全部違うから、それに応じてね竿の角度で調整するといいよ。それがねやっとね昨日あ一昨日かもう実感できて、そっからもう立てんがけの連発が大成功なんですよね。まあもちろんね海のコンディションもすごい良くて魚の活性も良かったっていうのはもちろんあるんですけど、なんかこう自分がちょっと上手くなった気がして、でまたまあ帰ってから地獄の何十匹さばくが始まったんですけど、もう魚さばくのも上手くなるし、いやいややっぱ釣りって楽しいよなと思って、まあこの思いを話す時間もなくなるぐらいアウトドアデイジャパンが盛りだくさんだったということで本当にありがとうございます。メッセージ最後に紹介できるかな、残り2分だね。こちらは、ラジオネーム仮面ライダージャスミンさんからですね。井出さんスタッフの皆さん20周年おめでとうございます。当方も番組と同じく社会人になって20周年を迎えました。20年前の2004年横浜に引っ越してきました。そこで出会ったのがラジオから流れる FM 横浜並びに土曜の早朝のザバーンでした。この20年で当方は妻と出会い結婚し、現在2人の子供、5歳と2歳を設けることができています。今日は天気と気温が許せば金沢区の農研大中央公園の晴れ晴れプレイパークという小さな子連れの家族が自然と触れ合えるイベントに行ってくる予定です。公園広場にいろんな遊び道具、ベーゴマ、縄跳びを集めたブース、スタッフの焚き火でマシュマロやどんぐりを焼いたり、
ロープブランコ、ハンモックなどなど、子供が体を動かして目いっぱい外遊びを楽しめるイベントとなってます。東方はワンタッチで開くテントを持っていき、妻が作ってくれたお弁当で子供たちと楽しもうと思ってます。それでは30年目指してお体に気をつけて、これからも楽しませてください。嬉しいメッセージね。今日のね、その公演のイベントも楽しんでください。マンゴーボックス行ってみましょう。カモン。こうやってね、番組とみんな一緒にこう年取っていくっていう感じだわな。焚き火部ステッカー出ました、おめでとうございます。ありがとうございます。これからも聞いてくださいね。さあ、来週のザバーンは武田バーベキューさんのバーベキューモテレシピ&テクニック、釣りコーナー爆鳥モーニング、今月は丸イカ釣り、来週2週目になります。この後はトラフィックリポート、お知らせを挟みまして新番組ですよ、大気企画不動産相談室ということで、鈴木真昼さんの登場になります。そちらもどうぞお楽しみに。この後もね、お出かけのお供は FM 横浜でお楽しみください。安全運転でお願いしますね。あとお花見行く方、今日天気持つといいですね。楽しみましょう。飲みすぎ注意ですよ。井手大輔でした。バイバイ。FM 横浜トラフィックリポート。日本道路交通情報センター笹沼さんです。お願いします。はい、お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、高尾山インターと八王子ジャンクションの間の高尾山トンネルでトラックや乗用車など車3台の事故のため、小倉山トンネルまで9キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクションから八王子ジャンクションまでの外回りは1時間30分です。中央道の下りは東京の府中バス停付近で6キロ、日野バス停で4キロ、相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで10キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまでの所要時間は1時間30分です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルで乗用車2台の事故の影響で川崎浮島ジャンクションまで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。国道246号線の上りは大和市三ノ原東で2キロ、川崎市高津区梶ヶ谷で1キロ渋滞しています。国道1号線の下りは横浜市戸塚区影取町で2キロ、茅ヶ崎市産業道路入り口で1キロの渋滞、上りは戸塚区戸塚警察署で2キロ渋滞しています。保土ヶ谷バイパスの狩場方面に向かう上りは順調に流れています。相模原市方面に向かう下りは南町田北で1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。ありがとうございました。この後も引き続き FM 横浜を聞きながら安全運転をお願いします。素敵な住まい、ここで見つけてください。あなたの街の住宅情報館、8時をお知らせします。